音聞こえるかな？青鬼ちゃんがえらい勢いで盛り上げてくれました。ありがとうございます。いや、相変わらずね、頼みもしないアドバイザーとね、なんか、天才見解じゃダメだ、みたいなことをね、言う切り離しのね、なんか怪しい連中がまだね、いるんで、今日はそいつら、そこまで言うんだったら、根性見せてみろよ。ということで、このライブをやりますね。100円でも200円でもいいよ。な、100円も200円も出せねえやつが、俺に文句言ってる、なんだ、かっこ悪いだの、なんだの、もっといいところでやるとかさ、言う資格あんのかってことだよ。はい、論破！もうその時点で論破だよ。な。言うのは簡単なんだよ。やってみろよって話だよね。まあ、それでね、明日、まあ、先輩、まあ、俺も付き合いの長い先輩、まあ、この方ね、いい方で、まあ、お金もあるんだけど、なんていうのかね、もう、YouTube の世界においては、悪いけど、俺の方が先輩なんだよ。でもね、なんか、俺がかっこよくやるよって言ってくれたんで、明日お話を聞きに行きます。どうなることやら。まあ、おいら的には結果は見えてますけど。ごめんね。あ、ピリカちゃん、ゆうこさん、むつき、わみ、ゆうせたまご、あきおちゃん。あきおちゃん、今日は我慢してね。みさこ、みさこ、なゆた、ひろえひめ、だひ。今日みんな来てくれましたね。今日はまあ都市伝説の話題じゃなくてごめんなさいね。でもね、遠藤さんもね、実は都市伝説系の話題、好きなんだよ。で、まあ、ちらっと明かすと、割と、遠藤さんも、ちょっと実は、霊能力っぽいものがあるらしいんだな。楽しみだろ。その辺、天海さん掘り下げていくんでね。まあ、アドバイスと難癖しかつけられない奴らには、霊感はないだろうね。鈍感はあるかもしれないけどな。来ませんね、アンチちゃん。まあ、見てんだろうね。120人来てますから。見てんだろうね。出てこいや！出てこいや！なあ、こそこそ文句言ってんじゃねえよ。全部監視してますからね。メモってますからね。わみちゃん、そうそう、スパチャ祭り、もう放送前から放り込んでる、器の大きい方いっぱいいましたからね。アンチ書き込みもできないようですね。あ、これ書き込んだらもう突っ込まれるってこと分かってるんですね。もう論破されてること分かってるんですね。かわいそうですね。他のチャンネルでブーブー言うんでしょうね。陰口大好きなんですね。ダッサいですね。受けて立つ人はいないのかね。スパチャ投げて堂々と議論したらいかがですか、私と。演出に関して 演出、頼みもしないアドバイス、聞きますよ、ちゃんとスパチャ投げたら。来ませんね。まあ、この一連のね、流れで、まあ、近藤組長とかいろんなとこからお呼びがかかるようにもなって、まあ、ある意味ね、感謝しなきゃいけないかな、この騒ぎには。ありがたいこっちゃ。あ、そっか。でもこのコメントは残しかないとダメだな。この、IY か LY かわかんないけど、なんか、最初の頃ブーブーコメントで言ってたんで、
スパチャもできねえ、チンカスにコメントする資格ないね。入ろう、バー来なさい、来なさい。ほら、チンカイさんに文句があるんでしょねえ。だからね、遠藤さんにね、ビッグゲスト、一緒にコラボさせたらどうですかとかね、そういうことを言うやついるんだけれど、まあ確かにね、本人にオーラがないとか、才能がない方は、ビッグゲストとか、ね、芸能人とかね、使って、自分をね、盛り上げてますね。他人の意を借りないと、実力でいけないんでしょうかね。まあ確かに一人だと面白くないですね。でも遠藤さんにそういうこと必要ありますか？そしてビッグゲストが来たらビッグゲストのファンが来てビッグゲストを見るんだから、それどうなのよね。そういうとことか全く分かってないですね。んで、ええ格好して立派なスタジオで、見せたらええとか言うけれど、YouTube 分かってないですね。YouTube ってのはこの距離感が大事なんだよ、リスナーとの。天海さんはそう思うよ。要するに、そんな大冗談にさ、ね、みんなよく来たね。そんなものを見て、YouTube のやつらの視聴者とら、なんだこれって感じでさ、なんだこれって。なんだこれ、来たこれって感じでなっちゃうだろ。YouTube つらい、その距離感が縮まるからこそいいのよ。で、応募のほどそういうことにこだわらないのよ。言ってることわかる？だからそれも俺的にはどうなのかなと思うんだよね。いい車でビシッとして、そんなの見たいですか？本当に。ねえ。最初は面白いだろうけど、なんだこの距離だ、なんか一方的に話聞かされてるようなね、そんな感じが面白いんですか？天海さんは違います。天海さんは、距離感のない、こう、体温を感じる配信を心がけてるんですね。わかりますか？まあそんな感じですね。うん。言ってることがわかるでしょ？だってテレビすら一方的でさ、なんかもう、ね、そういう返しもできなければ、そういうものを乗り越えたのが YouTube じゃない？こうやってリスナーとも話したり、ストリームヤードにあたってはね、もう10人ぐらいでワイワイガヤガヤね、たまにもう、主役のオイラを忘れて、もう話が進むことがあるぐらい、それでいいんですよね。オフ会行って、で上からお前ら聞けとかお前らバカかとかね、ああいうのがいいのかね。そういうリスナーもいるんだろうね、世の中にはね。山田万太郎アンチですか？山田万太郎、なんかいい点だったらお前男見せてみろよ。なんかお前にとって大事なのはスパチャだろうかって、もうゲスですね、考え方が。ね、遠藤さんをかっこよく見せたいんだろ、そら援助しろよ。ガタガタ言ってんじゃねえよ、このクソ野郎。山田万太郎さん、まあ、ダッサいですね。ふにふにしてますね。うん、まあ、君の背丈に合わせて、まあ、100円でいいから投げてごらん。したら話聞いてあげるから。ねえ。万太郎ちゃん。名前に万が入ってても万なんか絶対放り込めないだろうな。名前変えなさい。山田、何にもない太郎に。ね。ふわっちっていうのがいるの？ふわっちさん。なんか最近よく聞くんだけど、そっ
から来た方多いみたいだね。その、やから先輩とかナイトとか、あの辺もそうみたいね。うん、やから先輩もね、ちょろちょろ情報が出てきましたけれど、ナイト君もちょっと言ってましたけど、ナイト君より俺の方が早くあの暗号を出してますからね。情報ソース、ナイト君もすごいけど、展開さんもすごいよ。はるはるさん、ありがとうございます。展開さん応援してますよ。はい、このあのスパチャは、遠藤さんの応援のために使わせていただきます。ありがとうございます。なあ、もうアンチがね、あの応援するつもりなんかないんだよ、結局。潰したいんだよね、この企画っていうか、そのチャンネル自体をね。もうそれはね、もうあの、晒してやろうと思ってこの企画やってるんだからね。スパチャ目的だろうとか、そういうくだらねえこと言ってんじゃねえよ。なんだったら100円だけでいいから投げてみろよなあ。あ、ダッヒー、あらだーす。スパチャだけならお値段以上展開なんて自分で言わないぞ。そうそうそうね、あの皆さんもご存知のようにオフ会を開けば、赤字。まああのキャンプオフ会はね、俺がテントをね皮膚器芸で燃やしちゃったから、それも赤字の原因ですね。でもそういうことじゃないんだよ。俺が欲しいのはお金じゃなくて、皆さんの体温ですね。世の中ね、お金お金ってうるせえよな、本当にな、うん、だからまあ遠藤さんのことに関してもね、多分ね、おいらが突破口を作り、ハイエネがね、あ、これは、いい、これ横取りしちゃおうっていう、まあ結局そういう腹が見えちゃうんだよな、うん。でもそういう腹が見えないのように、あの天海さんもね優しく対応してんだけど、いくら俺が対応してもそれ自然と見えてきちゃうからね、皆さん気をつけた方がいいですよ。俺のせいじゃないよ。あ、168ビジョンさん、あ、スーパーステッカーありがとうございます。168ビジョンちゃんは、そもそもあの敬語殿に、敬語殿にスパチャ祭りやってるんで来てくださいっていうことで、168ビジョンちゃんとは、初めて会った。ね。そして、敬語殿にもね、俺も名前を覚えてもらえるようになった。そして、この間、なんと初めてネット上でお話しすることができた。うん、まあ、あれに関してね、まあ、いろいろ言ってる方もいますけど、ね、個人的な俺の付き合いなんでね、別に何かを代表して言ってるわけじゃないんで、ほっといてくれ。あ、みさこみさこ、ありがとうございます。みさこみさこにもいつも、いろいろ応援してもらってありがとうよ。あ、乾杯。お、180人増えてますね。アンチの人来るかな。天海さんにアドバイスしたいのであれば、スパチャでまず行動してください。したら聞きますよ。もうね、難癖なんていくらでもつけられますからね。そんなのね、いちいち聞いてらんねえんだよ。ね。まず男を見せて、それで俺に意見しろよって話だよな。うん、なあ。お金持ってる人だっているのにね、1円も出したくないとかせっこいんだよな、うん、じゃあ何のためにアドバイスしたいのね。あのかっこよく見せるには お金かかるんですよ、分かってるでしょね。っていうか言ってる本人たちがどれだけかっこいいことしてんのって俺は聞きたいけどな。立派なスタジオ借りてますか、すごい車で来てます か、 だからそういうの見ればね、明らかに、このね、天才天下に対する誹謗中傷が悪意あるもんだってね、分かっちゃうんだよね、うん、
ボーイさん、お金の請求もいろいろできますからね。お金の請求、うん、誰に対して言ってるのか分かんないけど、無局有局、なんかかっこいい名前だね。天才スパチャジジイで笑っただって。バカだれ。な、言うだけ番長のおめえと一緒にすんなよ。な、行動もできねえ。なあ、出せんだよ、おめえ。そのハンドルネーム、お前に似合わないわ。ポチャポチャ一子、くんくん避難、くんくん今いる、ちょっと、若干悲鳴を出しております。もうちょっとしたら助けに行かなきゃ。うん。今日は、天海さんへのアドバイスがあるのであれば、まずスパチャで行動していただいて、そしたら話聞きますよ。ストリームヤードを貼っても上がってもいいですよ。参加できますよ。天崎さん、こんばんは。どうも。あ、サンキューちゃん。乾杯。ハサランマサラン。ゆうこさん、どうも。いや、これほど、文句言ってた連中が一人もね、反応しないと、もうこれで分かりましたね。彼ら完全論破されましたね。要するに、難癖つけるだけのチンピラでございます。チンピラ、船、船ってなんかなかったっけ？歌な。なあ、近藤組長も俺にいろいろね、ガタガタ言ってたけど、ここは一つ男を見せてほしいもんだな。まあちょっとね、いろんな絡みで、今は、コラボはできませんけど、まあまあ、いつかは一緒に飲めると思います。それは約束は守りますんでね。ケームちゃん、お、桜木ちゃん、ありがとうございます。スーパーステッカー、ありがとうございます。はるはるさん、チンピラになりてえ。いや、チンピラじゃありませんね。男を見せましたね。ありがとうございます。あ、サンキューちゃん、ありがとうございます。本当の応援部隊の方々ですね。この方のおかげで、距離感の短い英雄の体温が、伝説の人の体温が感じられる配信を天海さんはやります。ねえ、偉いぞみたいな、そういう配信は俺のやり方ではない、ない。駒野さんも面白い方ですね。好きですよ、私は。ね。うん、京子さん、どうも。さあ、アンチが来るまで、じゃあ、ね、いつまで待ってもしょうがないんで、雑談しながら待ちましょうかね。じゃあ誰か上がる方がいたらね、男とはいかなるものなのか話にもしましょうかね。うん、で、この一連の、なんつうのかね、難癖つけたり、展開じゃダメだ、的なね、落とし込む、人を落とし入れる動きなんだろうね。あ、春の光、ありがとう。はい、言葉と行動が一致している。天海さん、心から応援しています。だって、遠藤さんがそもそも、それで天海さんを認めてるんですから、ね。まあ、それもあんまりね、自慢げに言いたくなかったんで、言わなかったですけど、もうそもそも俺の配信スタイル見ればわかるでしょ。俺は、人に媚びたり、自分のね、今、もう皆さんに見えてしまったコネクション、とかそういうものを一切使わずに自分の実力でやってきましたからね。で、
ね、その、あの、親子対談にしろ、自分のサイトが儲かるためではなく、もっと大きなことが、みんなが幸せになれるようにやってるってことがね、もう、証明されてますからね。あ、青木ちゃん、玉込めてきた。ありがとうございます。全くアンチはダサいですね。あの、あ、そうか、あれ貼らないとな。青兄ちゃん、よかったら久々ちゃんに、あ、久々に上がってください。ちょっと絡んでしまった、今。大吉、どうも、トロンさん、ありがとうございます。あ、ダッシー来たね。こんばんは。こんばんは。ありがとうね、応援。はい。うん。いや、ダッシーもね、いろいろ自分の配信でいろいろ大変なのに申し訳ない。ありがとう。いやいや、全然。あの、気持ちです。単なる。その気持ちが大事なんだよね。あの、ただ文句言うやつらって何なんだろうね、目的が。だそれを、その真意を、表にさらすためにこういう企画をやってるのであってね。あの、ちなみになんですけど、うん、あの天海さんのスパチャってどういう形で使ってるかっていうと、うん、あのそのスパチャのやつで、うん、あの例えばですけど、あの災害とかあった時に、うん、あのいつでも出動して木を切れるようにとか、うん、本当にあの、うん、チェーンソー買ったりとかそういうことに使ってるんですよね。これ前から知ってるけど、そういうのは、うん、だから別に遊ぶために使ってるわけでもないんですよね。うん。で、あとね、あの最近派手に、スパチャ投げてるのは、あのアウトロー界って、お金とか権力とかそういうのが好きだから、天海さんにはね、そういう荒ぶる武勇伝がないからね、その中でやっぱ目指すためにはやっぱああいう手法が必要だから、ああいうことをやってるんだよね。うん、まあ、その辺は俺の長いリスナーにはあの理解してほしいなと思ってます、うん。そうそう。なんで別に遊ぶための金を別に使ってるわけじゃないですからね、本当に。このスパチャは本当に天海さんは、あの これは必要だっていうもののために使ってますから。ありがとうございます。そこら辺は自分何年もずっと見てるんで、本当分かってるんで。うんうんね、何かの形としてまた使っていただければと思います。はい、まあ、スパチャ代表として言わせていただこうかなと思って、うん、そう、今はくんくんになるべく美味しいものをと思って、使ってます、うん、素晴らしいですね。あ、はるはるさん、天海さんは始終一貫して筋が通ってる、ありがとうございます。まあ、もともとね、この絵を描くとか嘘が苦手なんてね。うん、で、あと、まあ、参ってるのが、やっぱ、あの、天海さん、意外と人間関係とか、あ、ね、あの、電話そんなに得意じゃないけど、この辺の世界になると、それが必須だから、大変なんだよね。まあ、遠藤さんはいいんだけど、その他のね、なんか、電話、なかなか大変で、困ってます、そんな感じかな。うん、そうだから桜木ちゃんも電話で話したいって言ったけど、ちょっと今余裕ないんでごめんね。うん、あ、青兄ちゃんすげえな、期間中だ今日は。うん、これは青兄ちゃん来たらもう乾杯だな、あのオフ会。お、乾杯。乾杯。じゃあちょっと自分一回おりますんで。あ、今日ライブやるの？あ、今日はちょっと仕事中なんで、あの一回おりますね。はい、じゃあまたコメントで、はい、うん、なんかダヒーちゃんは、お金だけじゃなくて心のスパチャもいただきました、ありがとうございます。あ、やばい、ちょっと犬が遭難しております。よかったら、あ、誰も上がってないな。お、トールマンさん、ありがとうございます。皆さん、この3の字ね、あの天海さん3に縁があるんで、3に絡んだスパチャが多いんです、うちは。あ、やばいやばい。
えいちゃ、はい。メッセージを読まなきゃな。どれだどれだ。トールマン、天海さん、皆さんこんばんは。最近忙しくてライブ来れなかったです。大丈夫でございます。いつも応援していただいて、テレパってますから安心してください。ね、テレパとかそういう名言を生むところは、やっぱ圭吾君は、すごいね。そういうやっぱね、遊び心と、センス、皆さん、なんていうかな、磨いてほしいと思うんだよな。だから、ああ、そうだ、じゃあ、ここで全然違う話しようかな。あ、ポチャポチャ一心。ありがとうございます。ザイスパチャ、ありがとうございます。人生初スパチャです。応援してます。ウェイ、あ、なんかウェイが、流行りそうです。アウトロー界も。ちょっと嬉しいかな。そうそう。近藤組長のとこ行ったときに、天海さん、なんでいつも、ニコニコしてんですかと言われたんだけれど、もうそれ聞いたときに、ああ、この人人生浅いなと思ってしまいました。それなんでか分かりますか皆さん。ね、人間、究極の、辛さに遭遇すると、笑いが出る。よくありますよね。映画でも何でも、究極に追い詰められると、人間笑うんですよ。まあ、壊れる寸前っていうのはね。まあ、笑わずに行っちゃう人もいますけれど、なぜ究極の状態で笑うか知ってますか？それはね、怒り、悲しみ、苦しみ、それをね、封印できるのは笑いなんですよ。ね。だからそれを知っている人っていうのは、笑うんですよ。ね。だから、笑いっていうのはね、悲しみの中から生まれたりするんだよね。だからピエロ、ね、涙を流しているピエロの絵ありますよね。ピエロが、もうその、最もたる例だね。だからそういう笑いも世の中にはあるんだ。ね。多分、YouTube とか、あと、引きこもりとか、いろいろね、いじめに遭っている方、明るい人結構多いと思うけれど、やっぱその明るさ、その笑いの裏にある、やっぱその人の人生が見えないようでは、浅いね、まだまだ、こんちゃんも。まあ、それをちょっと言いたかった。多分、俺の言ってること、わかると思います。要するに、笑いで封印してるんですよ。辛さをね。まあ、それ言っちゃうと、もう俺の笑いがピエロになっちまうけどな。悲しみの、みたいなね。まあ、今は、だから、それによって乗り越えて、今は全然、あれなんで、別に暗い意味で言ってません。そこは誤解しないでください。そう、だし、そうなんだ。そういうことなんだな。うん。だから、それをね、知ってる人はわかるんです。ね。鼻から、ピリピリしてる人は、まあ、そういう人もいますけれど、ニコニコしてる人っていうのは、奥深いですから、そこがわからないとダメですね。あ、桜木さん！ありがとう。そう、やっぱりな、多分うちのリスナーにはわかる方いっぱいいると思う。うん。まあ、これを話す機会をくれた、こんちゃんのね、浅いツッコミには、感謝しますけどね、ある意味ね。うん。
まあ、彼もなんかね難しい顔してやってますけど、笑顔になったら、一つ人生皮むけたと、評価しましょうね。まあいずれそういう日が来るだろうけど。さあさあ、アンチが来ないんで、こうやってチクチク、つっついてますけどね、来ませんね。まだ物陰でプルプル、ビビりながら様子見てるんですか？出てこいやほらね、天海さん逃げてるんだろうって通用しませんよ。待ってますよ。あのね、襲撃予告にも何回俺東京行って待ち合わせしたよ。六本木ヒルズだろ、渋谷のドンキの前、誰も来ねえじゃねえかよな。まあ、あの頃のね、アンチどもは、まあ、朝か天海さんこんなにね、あの、アウトロー界強いとは思わなかっただろうな。来なくてよかったな。来なくてよかったな。アンチはブロックされてるんじゃないですか。ああ、それチェックしようか。でも確か2人ぐらいしかブロックしてねえな。ちょっと待ってね、今調べますから。うん、今日はじっくり待ちますよ。うん、今日は全員外すかな、じゃあ。あ、今2人だけですね。神山さんっていう人と北野大地っていう、この2名だけですね。今外したんで2人だけですよ。っていうことはアンチは2人しかいないのかな。あ、天海さんの、リサーチによるとまあ6名、でも今回の件でね、あのなんつうのかな、別のアンチが湧いてますけどね。要するに、遠藤さん、反対派の温度に、なんとなく参加している方々もいますね。うん、P&J、私でしょう。バンセないよ。うん、武豊、昨日西山さんと話したのは嘘ですか？嘘じゃないよ。うん、電話して。で話しましたよ。だからあの近藤組長とは、しばらくはあのコラボしませんよ、うん、約束は守りますよ。といってもね、そのまあ何があったのかもしれないけど、まあ俺とは関係ない争いだからね。あのその争いに見合った間の、まあ、免許停止で、それ一生喋らねえって言ったら、そんなこと言ったらいなくなりますよ。誰も誰とも付き合えなくなりますよ。だからそれもちょっと考えていただきたいんだよね。一応俺の気持ちとして、しばらくはあれだけど、だからって永遠につながるなったらさ、いやその親の仇とかそのレベルだったらわかるけど、ちょっとしたいざこざでそこまで言われちゃうと、はっきり言って困っちゃうんだよね。あの、いろんなことが逆に、遠藤さんのいろんなことをやりにくくなるんでね。あの天海さんの一連の動きにはちゃんとしたいろんなあの壮大なあれがあるんでね。あのそんなね格好とかねスタジオどうのこうのより、人間味才能ね、本当の、伝説っていうか、そういう英雄とは何なのかっていうね、そういうものとか。で、あとね、やっぱりね、あの、オイラと一緒で、遠藤さんも、やっぱりこう、なかなか出しにくかった、不思議な能力の方面の話とかね、そういうものを、天海さんは、あの、出していきたいなと思ってるんだよね。だって、アウトローネタだってさ、永遠に、話すことは不可能ですからね。あの、
ネタつきますから、まあ、ネタつきるからまた次から次へと、争ったりプロレスしたりするのかもしれないね。でもそれだって、いつか見飽きますからね、多分ね、視聴者は。で、やっぱり格闘技見ようかって、プロの格闘技を見に行くようになっちゃうと思いますよ。うん、まあ、俺の意見な。あやねちゃん、こんばんは。乾杯。むつきちゃん、乾杯。あったわ、新しい人いるな。誰だ。マス、エミインター。チーズチーズっていうことは、あれかな、サークルとかその世代かな。だからね、あの、遠藤さんは遠藤さんの伝説の人たちだけ絡んでればいいんだ、あの年代の人たちだけ絡んでればいいんだ、そういう意見もいただきましたけれど、それじゃあね、巣鴨になっちゃいますよ、チャンネルがね、じっちゃんばっちゃんが行く巣鴨になっちゃうわけよ。天海さんが作りたいのは六本木銀座ですから、本当は銀座がいいけど、六本木ぐらいかな。要するに老若男女で世代も超えて、だから天海さんはあのはっきり言って上から下まで、あの非常に若いことも気が合います。そういう生き方してるからね。まあ年功序列が厳しい世界では難しいのは分かってますけど、俺はそういう生き方だからね。そうだからアンチとも、あの、対等に話しますよ。お前、年上に何言ってんだとか、そういうことを言ったこと一回もありませんからね。うん。だから、あの、近藤組長にも、どうぞ言いたいこと言ってくださいと。うん。あの、先輩風で吹かすつもりは全くありませんよ、天海様はね。うん。だから、あの、ビビらないで、どうぞ正面から来てください。そういうことはやりませんから。そう、あ、そういえばさ、ね、どんな人でも、みこしの上に乗れば、英雄なんだ。問題は、みこしを降りても、英雄かどうか。そういう、展開信号を上げたら、なんと、慶吾ちゃんがね、放送中に、それを見たのか見ないのか分かんないけど、同じこと言ってたんだよね。お前じゃあ、みこし降りて、男見せてみろよ、みたいなこと言って、お俺と同じ考えなのか、おいらの、展開信号を思わず口にしたのか、それいつか聞いてみたいなと思ってな。お青井ちゃん、いい。いや、しばらくなんか、見なかったから、ちょっと心配してたんだ。ちょっと忙しくしてましたね。恋してるの、もしかして。はい。恋してるの、もしかして。これでか。ねえ。天海さんのことを忘れるなんて、これっしょ。いやいや、忘れてないっすよ。そう。なんだろう。あ、後ろに、熊さんがいますね。うん、ディープインパクト、なんだ？ディープインパクトさんね、今日の趣旨分かってますか？意見を言うんだったら、そんなね、言葉じゃなくて、まず、ね、どれだけ本気か、スパチャ100円でもいいから投げてから物言えよって話なのから。ね、だって当事者同士も連絡取り合えるしさ、うん、やってるのよ。ね、部外者のあなたは何を言ってるのとか思っちゃうんだよね。軽く扱ってほしくないと言ってましたが、本音ではないのでしょうか。軽く扱ってませんし、じゃあ軽く扱わない扱いって何なんですか。ね、教えてくださいよ。ね、そういうさ、難癖つけるのはやめてほしいですね。どう軽く扱ってると言うんですか、スパチャを投げてから言ってくださいね。本当に、
心から俺に意見したいんだったらね。はい、ロッパー。あ、ナチュロー、どうも。ポチャポチャ石、どうも。こんばんは。こんばんは。元気ですか？こんばんは。元気ですか？乾杯。あれ、ポチャポチャさん。これハウリングが どうやったらいいんですか？これ入ると前のブラウザーのウィンドウが残ってる場合あるんだよね、 PC だと。だウィンドウが2つ開いてたら1個消せばハウリング治る。あ、白龍ちゃん、これ入ってます？あ、これ大丈夫よ、雰囲気的に。大丈夫ですか？うん、よかったっす。英雄は己の命を顧みない、それほど信念が強い、だから神輿なんか邪魔でしょうがない、そういうことよ、ね、そうですね、うん、まあ神輿っていうのは悪くないよ、ただね、そこじゃないんだよね、本当にその人のね、質のある質の部分を見たいとしたらね、うん、はい、だって中身のない人ほどこう着飾ったりラッピングしたりするじゃん、うん、はいはい、ねえ、そんなのね、風呂入ったら、ま、みんな一緒だし、あの初夜の日なんか丸裸ですからね、あ、全部バレちゃいますよ好きな人にね。いくら偉そうにして1000万のロレックスしようが、初夜の晩は丸裸ですよ、大丈夫ですか、鍛えてますか、ちゃんと。ね、腹ぷっくり出てませんか。そういうことですよ、本質っていうのはね。うん、まあ、腹出てるから悪いってことではないけど、うんうん、まあ、言いたいことはわかるよね。天海さん。うん。何飲んでるんですか。すごいポンでくるね、ぐぐっと。だよ。そして、黒霧。ああ、うん、飲んでますか？お茶お茶。いや、お茶です。お茶。あんまり飲まない方なのね。明日車走るんで。ああ、そうか、残っちゃうからね。うん、はい。うんうんうん。それは飽きまへんね。うん。天海さんに。うん、一つだけ聞きたがいいことがあったんですけど、うん、もう忘れちゃいました。忘れちゃった。そう、緊張して。あら。あら、まあ、なんか可愛いこと言うじゃない、緊張したなんて。いや、なんかさっきまでずっとなんか見てたんですけど、うん、なんか話すってなったら、うん、恥ずかしいですね。大丈夫だよ、顔出ししてないから。はい、うん、大丈夫よ、最初はみんな恥ずかしいのよ。はい、俺自体配信始めた時恥ずかしくて、はい、だから最初の頃の俺の配信いまだに自分でも赤面するもんね、うん、でもそれがいいんだよね、はい、そこが大事よ、だからさ、最初から格好をつける必要ないじゃんね、うん、はい、まあ、天海さんの場合格好つけないのはとか、あ、まあこうやって若干のおしゃれはしてますけど、要するに人間ね、弱い相手にこそ本音を見せるのよ、言ってる意味わかる？あ、だから俺、ね、はい、あんまりね、偉そうとか、なんつうのかな、俺はこんだけすげえんだぞっていうのは言わないわけ、はい、要するに、すごい大冗談に人と会うと、やっぱり最初みんな本音隠して装うじゃん、はい、うん、そうすると人間本当にこいつ何考えてるか分かんないんだよね、で、はい、その中にいるアンチっていうのは相手が弱った時に本性を見せるでしょ、だから最初から、はい、
弱いとこ見せてりゃ最初から本性を表すのよ。だから実は最初からアンチ俺も見抜きやすい。お、うん、言葉の裏の、心を拾えるんで、はい、出ちゃうんですよその人のね、心って言葉とか態度に、うん、そうそうそう。だからあ、じゃあここでついてたから俺がナイトちゃんにかけた術、まあ、最近ある、アウトロ系 YouTuber と絡んで、その中でね、おい天界とか言って俺をね怒らせようとしたやつがいるわけね。で周りのやつが、天界さんと言えとか言って騒いでたから、いやいいよ天界って呼んでっつって呼ばせたわけ、うん、そしたら、はい、彼がもうずっと天界天界って言うんだけれど、はい、そこで実は術にかけたんだよね。あ、うん、どういう術かというと、実は彼と、多分ゆくゆくつながっていくことになります。でつながっていろんなことが分かると、仲間だってことに気づくと言えなくなるんだよね。言ってること分かる？嫌いじゃない相手って言えないじゃん。やっぱ心から思ってる時って、うん、態度に出るから、だからもうちょいちょい彼と、まあ、最後話した時も思わず天海さんって言っちゃう場面が何個も出てきて、お、術が効いてきたなと思って見せたわけ。だそういう、術をみんなにも教えようと思ったわけ。だ政治の世界でもそう、圧政を引いて、民を、はい、統治するとやっぱり民の不満が見えなくなるんだよね。みんな隠すから。うん、でもそうじゃないところってもう分かりやすいでしょ。うん。うん、あ、じゃあこうもっと難しい話していい？もっと難しい話。はい。アメリカって自由って歌うでしょ。はい。うん、あれさ。自由っていうと上に不満がある人自由に発言するよね。あれですね、うん、みんなが不平等ってやつですね。とかそうそうそう、言論の自由とか言うじゃん。あれはさ、捕まえる方としてはそれ以上いい自白罪ってないじゃん。うん、確かに。でしょ。まあその辺がやっぱりこれの巧妙なとこだ。懺悔室と同じようなからくりだわけ。やっぱ捕まえるためにっていうことなんですか。捕まえるっていうか一応メモっとく、分かっておく。ドキッとするでしょ。ドキッとした。関昭雄も言ったじゃん、 SNS でいろんなもの書くなよと、見られてるぞ。まあ彼は気づくのが遅いけど、俺は最初からその自由のからくりは分かってたけどね。だって自由と言いながら不自由じゃん、いろんなこと。不自由ですね。うん。でも言論の自由だけ野放しにしてるじゃん。もう、はいはいはい。まあ今になっては規制が入ってきてるけど、まあおおよそのデータと、いろんな盗聴システム、エシュロンかとか出来上がったから、もういいだろう、自由は。っていう方向になってるのかもしれないね。うん、そう、だから、おおって二人で合唱してなってだそういうこと、結構、ずる賢いんだよ、こっちはね。こっち関係はね。うん、そうそうそう。あ、アンチ全然来ねえな。やばいやばい。難しい話するから。聞いてスパチャ祭りが止まっちまった。ブラックコーヒー、天海さんに連絡取りたい。いや、これ以上電話出れません。メールだったらいいけど、メールも最近読めてないからな。あ、今いいですか？うん。あ、青兄さんにね。はい。うん。あ、鬼さんにね、話したいなと思って。はい。
青鬼さんってドライブ行ったんですよね、この前。ちゃいましたっけ、ドライブ車は車洗っとったんですよね。あ、ちょっと待って、ヒーロー、恭平さん。こまめに洗うんですか。ありがとうございます。スーパースティッカー、ありがとうございます。桜木ちゃんとお姫様がいる。どうもこんばんは。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 アムさんこんばんは。こんばんは。どうですか。なんかアンチが来ないな。そうなんですよね。ああでも一応200人超え見てますね。ちらっとそんな内容かなと思っとったもんで、ちょっと控えとったんですけども、あまりも来ないもんで、はい。ね、あ、いいぞいいぞ、待ちましょう。はい、うん。まあコメントに若干違うことのアンチコメントがいろいろ入ってるけど、うん、そのコメントも読んでもらいたかったら、スパチャ投げなさい。もう参っちゃうね。あの天海さんと喋りたいもんで、ね、すぐひょっこり上がっちゃいますけどね。うん、全然 OK よ。うん、あのやっぱりみんなに助けてもらって間が持ってるんで感謝しております。と言いながら X ちゃんこの間ね、みんなでちょっと詰めちゃいましたけど。あれ長かったもんで、ね、あれですけど。うん、そんな形になっちゃったんですかね、あれはあれで。うん、まあしょうがないね。だって、最初から言ってたでしょ、これアンチだよって。まあ、あの、どういう意図かはわからんですけど、まあ、それはそれとして、まあでもあの、あれ、まあ、お、顔出し、どうも。あらあら、なかなか、あの、シャイな方にしては体格がいいじゃないね。あ、もうほんまや。ね、本物でしたね。うん。その T シャツさ、着てるとなんか嫌な上司に説教された時にさ、気持ちよくない？それ俺考えてここにつけたんだけど、なんか、本当は何にもできない、ただそこに居座っても。文句言うのが仕事だと思ってるような上司っていっぱいいるじゃん。いますね。そう。で、そういう時にさ、はいはいって言いながら、多分そのセリフ読んだら、くっそーと思うだろうね。だって、ただエバってるやつと実際、ね、運転したり、実際体を動かしてるやつの方が、社会的価値があることは、もう、ね、もう決まってますからね。はい。うん、はい、だから世の中の皆さん、あの暗黙の、言論の自由がここにあります。ですけど、ちょっとまあさっきの初めの方の話なんですけど、うん、まあ天海さんの男ぶりっていうのは本当に何も言わんでも本当伝わる人には伝わってますし、うん、まああれやこれやと言っとる人見かけますけども、それで何なのっていう感じはしますよね。まあ、うん、本当に言いたいことがあるんやったら、こうやって上がってこれば別にいいですし。出てこいやって。今日は元気だぞ。元気いっぱいですか。だから前から言ってたと思うけど、アンチの攻撃が始まった頃ね、いや生き様が勝利するよって言ったでしょ。うん、うん、そうですね。やっぱり、作ったり、嘘ついてる人ってのは、結局、もうやってきたことを振り返れば、ついつま合わないんで、ボロが出るんだよね。うん。うん。多分、俺の場合、もう、何年も前から配信してる内容とかメッセージって、全然ブレてないと思うんだよね。うん。うん、それはもう間違いないですね。うん。乾杯！乾杯！乾杯。すいません。あ、そのコップは？あ、うんうん。いやなんか妖精ちゃんが、はい、あれ陶器始めて、
今俺にその前のコップを作ってんだよね。あ、うん、熱いっすね。それ手作りですかね。手作りでしょ、多分。うんうんうん。ろくろを回して作っとる感じなんですかね。陽水ちゃんはそうみたい。うん、ああ、すごいですね。うん、あれ、なかなか難しいですもんね。あれ、ちょっと体験で試したことあるんですけど、もう、うん、スピードの加減なのかわからないですけど、すぐあのヘベレケになってくちゃくちゃになっちゃいますもんね。うん。はい、あ、スパチャーも投げずにブーブー言ってるやつは、ブロックザバー見やがれそれ気持ちいいですね。うん。そりゃそうだよ。だって、人んち行って汚してんだからね。うん。それ前から言ってんだけど。うん、それ、げんこつっすよね。そうそうそう。うん、人のお家行くんですから。うん、まず、礼儀ですよね。何にしても。そう。うん、だエクサも最初ね、その、まあ、アンチじゃないですけど、違う意見も言いますみたいな。いや、違う意見言うのはいいんだけど、あんだけしつこく来られると、自分のチャンネル立つ方がいいんじゃないのって話になるからね。あ、うん、確かに。なんか、スキルはないとか言ってましたけど、スキルはありそうな感じしますけどね、ちゃんと。あ、僕のこと？あ、違います、違います。あの、X さんです。あの、YouTube のそのスキルがないもんでやらないとは。ああ、来たよ、X。アンチじゃないってば。いや、あの、うん、アンチとかどこのこのっていう前に、うん、うん、十分配信する力があるような気持ちになってますよね。そう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 。だから、あの、意見言うときも、まあ、この間も言ったけど、その、ただ話がそれるようなところをつっついてこられても、その、本筋の部分に沿った話題だったら俺も別にいいんだけど、うん、そうですね、うん、この本筋の話題のこの辺をちょいちょいかいつまんでこうブレちゃうじゃん、伝えたいことが、うん、うん、そうですね、そういうのがねちょっとねあれなんだよな。あの、まあ今ちょっと雑談みたいな感じなんであれですけど、やっぱりあの天海さん時間がないっていうのはやっぱ自分らもひしひしと感じ取るんですよね。あの漠然と時間がないっていう、そうそう、あのものでもないですし、ちゃんと意味があっての時間がないっていうのなんで、うん、まあやっぱり日々いろいろ変動してってる世の中とか見てたりとかすると、うんうん、であとね、あのアンチもチャンネルなくしていろいろ巧妙な形やってるから不幽霊みたいになっとるわけですか、うん、そうで、この遠藤さん問題にね、あの加担してなんかガチャガチャそう展開外しみたいな論調を突っ込んできたりね、うん、そういうことやってるんで、これはちょっと天才クラブ粛清しなきゃいけないなと思って、まあいろいろ厳しいことやったんだけど、うん、あ、それたまたまちょっと自分見とらんかったもんであれなんですけども、うん、まあ、ただでもちゃんと意味があってやられてるってことですよね。そうそう、要するにあの、うん、天海さん怪しいと思ったらやっちゃいますよっていう、そのやっぱりスタンスを 見せとかないと、うん、そうすると先住アンチもビビるんでね、うん、そうですね、うん、うん、でもあのそんなにところでも追い詰めるつもりないから、だから動画もすぐ外したし、うん、ああ、そうですね。あの、見ようと思ったんですけど、見れなくなったんです。そうそうそう、そう。あの、はい、目的は、まあ、そういったもんなら、そういったもんだなと思いました。はい。そう。あの、ちょいと、ちょいとジャブをかましただけなので、うん。こんばんは。あ、どうも、はい、こんばんは。こんばんは。T ロンさん。T ロンか、トロン。トロンか。トロンさん。どっちトロンさんですね。ああ、トロンさん。桜木さんどうも。どうも、こんばんは。上の方はストーンさんですか？ポチャポチャ、イッシーと申します。あ、イッシーさん、よろしくお願いします。じゃあ、イッシーさんと呼ばさせてもらってもいいですか？あ、ありがとうございます。桜木さん、ちょっと。あ、いや、こんばんは。あ、青井さん、ありがとう。もう一回貼るね、うん。すごいですね、青井さん。うん。ナイスパーです。チェッカーさん。はい。
一つ、いや、今日ちょっと遠目に見てたんですけどね、うん、もうチャンネル内が天才忍者で溢れてるんで、上がってこれないでしょ。ああ、はいはい。ねえ、それで、ちょっと全然別の話なんだけども、うん、天海さんのね、に一つお願いがあって、今日上がったんですよ。っていうのは、はい、天海さんのすごく好きな写真が一枚あるんですよ。うん、で、その一枚の写真を見ると、天海さんがエスパーがあるって分かる人は分かる写真があるんですよ。ほら、俺も気づいてないな、それきっと。なんだろう。それを、だから今度サムネイルとか、コミュニティの方に上げてスクショ撮りたいなと思ってたんで、ね、うん、それを見るとね、シンクロ率が上がるんですよ。で、それはね、エスパー舞台あたりのところの配信で、フルフェイスのニット帽で目だけ開いてるやつあるでしょ。はいはいはい、うん、あれです、あれの目がエスパーを持ってるって目なんですよ。あれどういうふうになってんだろう、うん、こんにちは。天海さん自分でわからない。あ、今一度見てみよう。あれを見るとだから、うん、多分皆さん気づいてると思うんだけど、あれはね好きな、天海さんの目っていうか、目が好きな人結構多いんで。ああ、うん、瞳の色が特徴的ですごく綺麗ですね。そうそうそう、うん。あとはやっぱり第2位は、あれですよね。お父さんと隣にこう、えらくイケメンでね。ああ、あれか。ああ、なんかパーティーみたいな。ああ、パーティーみたいな。そうそうそう。はいはいはい。いやいやながらネクタイ締めてるやつで、いやいや、やる気ないんだけど。そう、うん、でもあれはね、かっこいいから、いや、うん、僕がプロデューサーだったら、あれ、仮面ライダーの主役いけるでしょうって。まあでも、もうあの時の天海さんの目っていうのは、もう世の中結構知り尽くしてて、別に興味ないやった。もう深い哲学的なところしか俺はもう興味ないんだみたいなところに域に行っちゃってるから、うん。でもね、あれでもし出てたら、藤岡弘なんか抜いちゃってますよ。はいはい、スタントとかいらないじゃないですか、後ろ乗りで2位になっちゃうんだから、うん、もっと面白い仮面ライダーができたなって俺は思ったぐらいだ、うん、あ、そうそう、確かに前輪上げられるし、うん、あ、そういえばあれですよね、せっかくね、なんとかバイクやってたのに、うんうん、あ、急になんかアウトローに呼ばれた感じでしたよね。あそこで練習できなくなっちゃったんだよね。いや、練習できるんだけれど、ちょっと時間と、やっぱ今、クンクンちゃんもいるからね。そう、目が離せないのよ。うん、うん、で、東京行くときはお袋に見といてって言うんだけど。ああ、それは大変ですね。そう。で、帰ってくると、うん、なんかくんくん変な声出してもう死んだかと思ったのって言うからさ、いやいや、したらちょっと助けてよと思ったけど、あら、そうなのと。いや、でもあれかなりやっぱりあれ天海さんが自分の自作でしょ、補助のやつ、くんくんの歩けるような。いや、あれは売ってるやつ、売ってるやつなんだけど、手加えてますよね。手加えてますよね。うん、後ろ足の部分のなんかワイヤーで足をつるんだけど、なんか痛そうだなと思って、もっと柔らかいタオルで巻いてあげたの。あ、まあ、さっきは、はい、うん、あ、自作で作ったかと思いました。あれすごいなと思って。いや、あれ
そう、売ってるのよ。うん、へぇ、うん。いや、もうさっきもあの、くんくんちゃんはアップになりましたけど、削れ屋がいいから、うん、まだ生命力があるから、もう結構だから、それは安心してるんだけど、うん、問題は A ちゃんでしょ。君太りすぎだからね。最近部屋の中まで入ってくるんだけど、うん、やっぱり未だにあの触らせてくんない。だって天海さんもうそろそろあの例のあのほら今頃になると思い出すんですけど、うん、オメガと同棲するとかしないとかっていう同棲3日目とか4日目とか、ああ、うんうん、でしょ？だからということはストーブが出るんですよね。もう出してある、うん、ね、光熱費を節約しなきゃいけないからね、うん、そうそうそう、あのマザーからもお叱りがあるということで。そうそうそう、だから開けっぱなしにしたら寒いんですよね。そうなのよ。だから去年も、その隙間を一生懸命埋めたけどね、うん、開けっぱなしはやっぱり厳しいというかあれですよね。そう、うん、うん、だからもうサバイバルオフ会の時のように、もうあの防寒つなぎ着て寝てたからね。ああ、うん、でもやめられない優しさの展開さんがあると。やっぱり一応野良猫って野生動物の一種じゃない、うん、はい、そうですね。ね、野生動物が来るとやっぱ嬉しいよね。ああ、なるほど。うん、やっぱそうですね、わかるですね、うん、それ、うん、飼った猫もまあ一応縁があってまあ出会ってるけど、うん、やっぱりね、あの彼らは子供の時から食わしてるから、それは当然懐くわなっていうのがあるから、うん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 、でもそこら辺の向こうから来る、そうそうそう、向こうから来る感じが、そうそうそう、うん、それで、天海さんも野良猫にハマっちゃった。だってあの初期の頃のあの A ちゃんの顔なんてもう本当に悪そうな顔してましたもんね。お前どっか行けよみたいな。そう、最近ちょっと変わってきた。なんかそうそう、なんか耳もたまに下げて申し訳なさそうな顔して。うん、なんだけどね、あれ彼多分あの結構アンにメッセージをね入れてきてるんじゃないかなと思ったんですよ。なんでかって言ったらほらゾゾタウンの箱に入ってたでしょ。うん、うん、だからもう、まあ、あのいつもあのねご飯いただいて非常にありがたいんだけども、うん、でグリーティングシーズンに入ってるんで、でここは一つあのねオメガ様の時もあのケンタッキーとか食べさせたじゃないですかと、ね、うんうん、私にも一つあのなんかチキンにグレビーソースかなんかかけたいただけたらいいんじゃないかなみたいな。いや実はね意外といいもんあげてんのよ。だから、あ、そうなんですか。そう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 、太ってきたでしょ見てて、うん、ポチャポチャ石になってるでしょ。俺っすか。美味しい、美味しいとこ行きましたね。そうそう。うん。だから、うん。まあ人間お腹いっぱいになれば、あのね、平和になると思ってるから一生懸命食べさせてんだけど、だ若干なんかあの頃のやから感がないね、あの彼。ないですね。うん、そう。ねえ、エイちゃんはね、多分、うん、あんまり活動してないんじゃないかっていうか、食べてどっか行くじゃないですか。だから体が大きいから、うん、あのもうなんかこうやから感、うん、あの来ないよねみたいな。私でかいですよみたいな。あ、なんか結構楽、そう、その辺なんかあんまり戦ってない感じがしますよ。あ、でもあの顔に傷すごかったでしょ最初。そうだ、最近全然傷ないじゃないですか。あ、ないね。塩らしい顔して、なんかちょっと可愛くなっちゃったりとかして。そうだ。ということは、
動物全般お腹いっぱいになると平和になってくるかもしれないですね。でね、でもやっぱり人間に対する猜疑心がね、ちょっとあります。まあ残ってますね。俺が立派な箱を作って、毛布引いてもやっぱゾゾタウンに入ってたからな。今ね、一つだけ言えることは、去年の金河新年、明けましておめでとうのなんか絵面が、オメガが太陽になってたんですよね、確かね。ああ、なってましたね。覚えてます？ああ、そう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 。そうで、A ちゃんの場合には、あれはないなと。あの、明けまして、今年も食べますみたいな。それじゃ絵にならないだろうって思うんですけどね。そう、だから、天才展開の猫村もすっかり止まっちゃって、あいつのせいで他の猫が来なくなって、うん、であいつはあいつで黙々と食って去るみたいな。あれをね、貫いてるところがね、だからやっぱり、天海さんが言ったみたいに、彼は彼のなんか独特の人生があったんでしょうね。人間に対する不信感が半端じゃないね、なんか見てると。でも、どう見ても、なんか重たいあのポリバケツをドーンと当たって、倒して、中の生ゴミを漁るっていうパターンでやってきてるから、あれだけ傷ついてきてるんでしょうね。ああ、それでそういうのもある。それで、シッシッって言われて、こう、だからやっぱり邪険にされてきたんでしょうね。だからこう、あの、俺は自分の自力で餌を取るぜ、みたいな。でも、なんだかんだ A ちゃんも、いつからだ？もう半年以上多分餌付けしてるよね。もっとでしょうね。もっとだよね。もっとですよ。で、やっと今、ちょっと入ってくるようになった？進化が遅い。いや、でも懐かしいですね。12月にも入った頃かな。あの、オメガのほら、調子悪かった時で。秘宝朗報、秘宝朗報って。あれだけね、天海さんが疲れた日はなかったっていう。あれ、未だに見ますよ。あの、思い出がね、深いからね。あのね、俺、本当聞きたかったんだけど、あれですよね、エレオーノが村田さんでしたっけ、あの、オメガが嫁いだ。ああ、はいはい、そうそうそう。そうですよね。なんと、あの、真鶴の町議会議員になりましたよ。だからこれで、オメガの格も上がりました。あ、当選されたんですか。あ、それは、でね、エレオーノラさんの方は見るんだけど、更新されてないんで、あ、そっかそっか、あっちね、あ、そう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 、で、乾杯乾杯乾杯、犬のちゃちゃ丸くんとか出てくるんだけど、オメガはパートナーがいるんですよね、確かね、ガールフレンド2匹もいるのよ。一夫多妻。そう、メス猫が2匹いてで、話聞いたら夜はあの女性の方と一緒に寝てるみたい。エラさんだから忘れちゃった。2匹いたらもうそりゃもうなんかサバイバルいかないかな。そう、あの、俺の顔見るなり連れて帰られると思って逃げるんだから、ね、あの、せっかく桃を持っていくタイミングで行ったのに、あの時へこみましたよね。そう、もう参っちゃったよ、まあ、猫不信になっちゃった、猫不信。猫不信。でもまあいいや、あの、幸せにやってるんだったら。そうですね、動物というか猫は悪気はないですからね。でもね、彼ほどのタレント性っていうか、もうあの、ね、
あれはやっぱ勉強になりましたよね。だってもう今、うん、そうだね。今思うとあんなベロ出して、確かに特殊な猫だったな。そうです。だけど病院に行ったことで舌が問題があったんだけど、猫の世界厳しいから痛い顔を出さない。うん。だから弱みを見せないっていうんで、それで天海さんちゃんと猫に、おめえがお前ちょっと頭がちょっとパープリンだと思ってたけど、そういうことだったんだな、悪かったなって謝ってますからね、そこでね、うん、悪かったなって、うん、正直言うと最初不気味だったもん、なんか舌出してじっとそこで待ってるからなんかでもこれもう早い時期からサイレントニャーやったら、サイレントニャーを出す人、うん、猫っていうのはもうすでに信頼関係あるんですよ、うん、なかなか野良猫はサイレントニャーは出さない。へ、僕野良猫のあのアルバイトやってたからよくわかる。え、野良猫のアルバイトっていうのは、そのだから去勢するってやつ？いや、去勢するんじゃなくって、うん、ある方がいらっしゃって、ご老人がいて、うん、その方がもう野良猫大好きな野良猫の人だったんです、はいはい、でその方が入院するから、代わりに餌をやってくれないかっていうこと。ああ、なるほど、ね。あ、はいはい、うん、で行かなきゃいけないわけですよ。うん。で、僕もほら、子供とか育てなきゃいけないから、こう、もう、5つも6つもね、掛け持ちでやってるんで、うん、え、うん、こんなにもらえるんですかって言ってやってたんですよ。そう。だから、最初、結局、その、野良猫の餌をあげに行くんだけども、うん、一番結局長くて2週間来ないんですよね。だから野良猫の習性が分かってたんですよ。だから天海さんが、一番なんかこけた動画があって、私もうダメですっていう、そういう動画出てるんですよ。で、ほら、何が起きたんだって思って、え？アメリカからトマホークが来たのか、マナズルが壊滅状態かって俺すんげえ心配してたら、うん、オメガが1週間戻ってこないガクッと、うん、いやだからね、惚れてましたよね、うん、だから天海さんを魅了したんだから、そう、チューしてくれたしな、あ、ニャンチもチューしてくれたな、うんうん、だからね、そう、泣けますよね。うん。だからあとは A ちゃんがね、心を開いてくれるかどうかだけど、まあ燃えよドラゴンみたいにまたシャーってやるんでしょうね。そうなのよ。だから俺の作戦としては、だんだん部屋の中で餌付けして、で冬一応開けといて、まあ彼が夜こそっと入って寒いから俺の横に来ると信じてるんだけど、うん、なくはないと思います。うん、絶対自分から俺の方から触るともうダメね、逃げちゃうね、うん、だから今太らしていい湯たんぽに育ててる。あ、湯たんぽいいかもしれない。そう、芯から温まるやつですね。うん、絶対冬になったら寒くなってたまらず来ると俺は思ってる。で、思わず抱きしめてしまうと、うん、それか気がついたら俺が朝投資してる。まずいっすね、それは。それはあかんっすね。そう、げんこつっす。くんくんは結構年は取られてると思うんだけど、もう一人、もう一匹いるじゃないですか。うん、そっちは上にいる、元気で。うん、あの子、名前なんて言いましたっけ？パフィー。パフィーちゃん。パフィーちゃんは結構まだ若いんでしょ？そうそうそう。元気いっぱいですもんね。そう。
で、お袋が餌やりすぎちゃうから、ダックスって体長いんだけど、幅が広がっちゃったから、胴が短く見えるんだよ。あのプチオフ会の時の映像で分かりました。そうそう。あの、オフ会で実際見た人分かると思うけど、あ、短く見えるんだよ、あの、ダックスにした。いや、でも、えらい元気ですよね。そう。動きが気になる。うん。子供の頃はクンクンにしてやられたけど、今もクンクン見切っちゃっていじめるからちょっと一緒にできないんだよね。ああ、そうなんだ。パフィーにあのチューしてもらったっすよ、俺。あ、オフ会。うん。オフ会の時。いいな。はい。パフィーって意外とあのずる賢いから。そう。そう。あ、かわいい。青鬼さん、しばらくです。中でわかるんですけど、はい、なんで最近青鬼さん来ないのかなって、この前天海さんとね。そうそうそう。うん、そう話してて、はい、それで天海さんが、いや、俺、青鬼に見捨てられたかもしれない。いや、それ 100% ないでしょって話をしてて、最後に、はい、ん女の人ができたのかね、あ、それあるかもしれませんね、うん、って。今そのチューっていうその笑顔でなんかね、いやできてないですけど、うん、女はできてないですよ。あ、でも好きな人はできた。まあ好きな人はいますね。お、ああ、うんうん、なるほど。はい。で僕ももうね、この際やっぱりほらあのこう現場でね、こう力を見せなきゃいけないと思うんで、はい、俺のこう今画面から見てると、うん、2人ぐらいいますよね。どっちにしようかなみたいな。あおりちゃん、なるほど。あおりちゃん、何人かいて迷ってるってこと？いや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 。そんな。あおりちゃんなんか一本気な感じはするけどね、多分。はい。いや、なんですけど、こう、昔から言って、深掘りしてますね。昔から言って、友達みたいな人が新しく出てきた人と、はい、みたいな感じに僕は思うんですけどね。ああ、なるほどっすね。そうです。俺の投資能力は、コンビニで働いてる子。それはもうしょっちゅう惚れてますね。一緒や俺と。じゃあお釣りもらうときは必ず手を触っちゃいますか。いや、あのちょっとなんか触れたときはちょっとドキッとしますね。やっぱり、はい、でも最近冷たいんですね。機械ではお金通しちゃうんで、その瞬間もうなくなるんですよね。はいはいはい。あとコロナ、うん、コロナでね、みんなもうNG みたいで、なんかあれ味気ないですよね、 QR コード決済ってね。ペイペイみたいな、ペイペイ。そうそうそう。どんどんああいう風になってくんでしょうね。あのもうあのコンビニなんか店員なんていらないような、いらないというかですね、うん、うん、ああいう形になってくんでしょうね。なんか店員さんが東京なんかこう触れ手に触れないでくださいみたいな、こう、そんな、こうすごくこうそう、ソーシャルディスタンスをしてくださいみたいな。へえ。なんかそういう感じですよ。あ、なるほど。エクちゃん来た。どうも。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ヒロさん、この間遅くまでどうもでした。どうも。なかなか。あ、ごめんなさいね。ちょっと自分もコメント書いた後ちょっと外してたんで、あのペイペイっていう音だけで気がついてちょっとまた戻ったんで、ちょっと途中の話は見えてないかもしれないです。で今、うん、あのこのタイトルでなんか、まあ、自分には関係ないなと思って今日は落ち着いてと思ってたんですけど、またなんかちょっと振られたんで、うん、今日はね、あのそういう話するんじゃなくて、ちょっとあの本当の話ね、あのあごめんなさい、となんか話途中に入っちゃっていいですか。あ、大丈夫だよ。まあ本当初歩的な質問なんですけど、例えば天海さんにあの、うん、メールするときってのはこれはあれですか、あのメンバーにならないとあれなんですか。うん、あ、そうじゃなくてどっかに、あの天海アット天才クラブ、あ、そうそう、はい、それはあの公開される、メンバー他に公開されるんじゃなくて天海さんだけの方で
行くという形でメッセージのやり取りができるやつです。うん、でも、最近忙しくて。ああ、そう、さっき言ってましたね。うん、あ、わかりました。でも、一応届きます。うん、わかりました。うん、すいません。どうもどうも。で、メールの方、あんまり俺返信しないの。やっぱ、そこで、やり取りしちゃうと、うん、やっぱ、みんなと問題共有したいからね。あ、そうですね、うん。ほとんど自分もこういったなんか話題っていうのがその方がいいと思うんですけど、うん、ちょっとなんかあんまり出さないことでっていうのことがあった時には、すべがあれかなと思っただけなんで、まあ、今日はちょっとそれだけの話なんで、ごめんなさい。うん、そ、う、れ、ん、メール、じゃあ貼っとこうかな、ちょっとコメント欄に。一二三くん見てる？違うか。あのコンビじゃないんだよ。いやいや、なんか彼がいるとなんかほら和気あいあいみたいな。つかみは OK やーみたいな。いや、自分と違って彼は多分他の人たちも、まあ、天海さんも言ってたと思うんですけども、結構ね、すごく親しみやすいというか、オープンになりやすい、いい性ね気質っていうか持ってるんじゃないかなということをみんな感じるんですね。うん。うん。うん。まあ、ごめんなさいね、ちょっと、はい。天才クラブ、ね、いい感じになってきてると思うんだけど、ね。で、このストリームヤードでみんなも上がってきて。うん。うん、まあ、またそのうち、うん。今日はポチャポチャさんも来たし、直接。はじめまして。ああ、はじめまして。ポチャポチャより全然いい体格、なんか、アメフトとかラグビーやってそうな感じが。うん、ねえ、うん、体鍛えてですね、うん、結構そういう方も多いですね、うん、自分も体を動かすのは好きなんですけども、最近ちょっとルーズなんで、うん、ああすいませんでした、うん、またまあ、ちょっとね、ギスギスした話をしてるときとか、そういうときに直接ね、お話ししたいとかっていうとまたなかなか難しいんで、落ち着いたときにでもまた機会があったらとは思うので、うん、今日はこの辺で。いやいや。いや、ちょっと。話題が今日違うんだよ、ね。あれかな、スパーリングでちょっと痛めつけすぎたかな。ごめんね。ああ、そういや、あれね、スパーリングっていうか、痛めつけられてるようなつもりじゃ自分は思ってないんですよ。うんうん。ああ、結構これはメンタル的にさ、全然気にならないかっていうと嘘だけど、別にそんな、いじめられてるとか、叩かれてるとかっていうところじゃなくって、うん、ああ、まあこういうふうな、ただちょっとね、いたずら的にアンチに仕立て上げたいのかなとか、他のユーザーにアンチに見せかけたいのかなっていうのにちょっと感じたかもしれないけども、まあちょっとね、うん、もうあれだし、まあそのところはいいです。あんまりここでまた言うと、また始まったぞっていうような構えをしてるのを感じるんで、皆さんが。そうそう、なので、またちょっと今日はここら辺で失礼しますけれども。うん、またそういった時はひょっこり出るかもしれないんですけど、お手柔らかにお願いします。いや、根性あるなと思って。いや、根性っていうか、言いたいことを言ってるだけなので、その時、うん、その時の瞬間瞬間で、どうもお邪魔しました。うん、あ、はい、了解。はい、失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、貼っとこうかな。テイカイさん。うん。今思い出したんですけどね。うん。なんかかぐや姫の話取ったじゃないですか。はい。それで、3年後か4年後ですよね。うん、天海さんが、月に帰るの。まあ、なんとなく感じてる何かの節目。うん、それが、もういよいよ YouTube が配信できないのか、うん、いよいよゲスの、計画通り何か勃発するのかとかいろいろあるんだけれど、はい、まさく3年後にはこんなに自由に配信できる状態ないだろうな、まあその一連の中にもしかしたらおとぎ話で言えば宇宙からのお迎えが来る的なこととかね、うん、でもし、まあ、落ちるその、うん、あ、すいません、うん、もしそれが4年後やったら、うん、皆既月食が起こるんですよ。あ、あれ、おとぎ話とあっちまうじゃん。そうなんですよ。で、3月14日が予定なんですけど。あ、それをさっき思い出せなかったってことですか。恥ずかしくて、はい、言えなかったんです。あ、全然恥ずかしくないじゃないですか。ねえ。うん。ドラマティック。
あれ、やばいね。俺のかぐや姫で月がひっくり返って裏からっていうのあれだな。はい。あ、でも宇宙のからのお迎えだったらちょっと楽しみだな。うん、釣りそれ。俺も行きてえな、うん、それ。行きたいですね。うん、あのどうも。こんばんは。みんな乗せなきゃ俺は行かないっていう。いやなんかぶちゃぶちゃ一周さ、うん、鋭いですね。はい、いやちなみに今月は19日が満月、はい、これも皆既月食なんですけど、はい、僕もその辺は意識してるんですよ。だからいつ今月そう19日が皆既月食って確かに満月カレンダーっていうのを見ると、うん、さっき見たんですけど皆既月食だって載ってましたね、うんうん、で今日16日だから、うん、まあ、あの丸くは見えると思うんですけど月が満ちてくるとね、うんうん、シンクロ率が高くなるから、うん、あーがろさっきのシンクロですか、うん、そうです。そうそう、そうか。でも4年後なんだね、うん、3年後ではないんだ。だけどね、この前結構ほら朝方になるまでお話しさせていただいてよかったなって思ったのはね、うん、あれはもうやっぱりね、あのミッドナイトトークっていうのはああいいとこ聞けたなって思ったのがあったんですよ、うん、かぐや姫だけじゃなくてかぐや男もいるんだよって話。そう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 、うん、あ、うん、俺かぐや男みたいな、うん、でだってうん、どうぞ。うん、いやピュアな人生きていくでしょ、うん、今の世の中じゃ。そうで、そのオメガにの息に立った人は宇宙としては財産だって言ってたから、うん、それでね、僕はもうずいぶん真理追求の旅をしてきて、何の文献だったかわからないけども、それはその何々教とかっていうんじゃなくて、そういう古い文献をずっと洗い出したり、その中に用意をしときなさいっていうのがあるんですよ。その花嫁と花婿がその結婚式に行く、なんかそういうイベントがあって、なんかその油を用意していなさいっていう、そういうくだりがあって、うん、でそれはいつお迎えが来るかわかんないから、ちゃんと油を用意しておきなさいよって言って、それでこうあの来るんですよね、呼びにね、うん、そしたらこう油を用意してなかった人が、あ、分けてください分けてくださいって言ってる間にこう扉が閉まっちゃうっていう話があるんで、なんで油なんだろう、わからないんですけど、だからそれは結局その真理の火じゃないけども、うん、いわゆる油ってことはこう、ね、火を灯すやつですよね、確かその話みたいな。え、俺に火吹けっていうことかな。それ、純粋だと思う。スピリタスあるかもしれないですね。だから、そういうなんか、だから準備をしときなさいっていうのが、だからそれが僕が今まで勉強させてもらった展開過去動画で言うと、あの笛があるじゃないですか、なんとかの笛はめるんで、はい、そうそうそう、うん、だいぶ前、うん、そうだからあれが聞こえる人っていうのはやっぱり心が嘘と裏切りがなくてピュアな人しか聞こえないんですよ。そういうことでしょ、うん、でそれで、なおかつ、その自分のことを考えるんじゃなくて、他人のことを考えるような人間が、オメガの方に行くチャンスがあるっていうふうに、僕は思って勉強してたんですね。うん、うん。だから、今回の遠藤さんのかっこいい、かっこ悪いにもつながるんだけれど、ね、やっぱりこう、いくらかっこつけようが、金持とうが、あれしようが、死んだ後持っていけないでしょ。死んだ後持っていけるのはその要素のない本質の世界だからね。うん、どうだ。だからやっぱりこう人を見る
部分さ、そこが大事になる。だから極端な話、本当の人生は死んだ後始まるんだよね。ああ、そうそうそう。はい、要するに、本当に自分の本質で生きていく世界が始まるからね。まあ、その中で同化して消えて止まっちゃうのもあるんで、だから輪廻転生とはまた違うんだけれど、そういうことなんだよな。だから天才ついつまっちゃったついつまっちゃったうん、だそれをずっと感じてて、まあそういうのを、織り込んできたんだけどね、あのいろんなシード論とかいろんな、そうそう、それだ、そう、それだけじゃなくてね、もう僕が感銘受けたのはね、いわゆる男と女の原点である金星人と火星人が仲悪かった、その間を取り持ったのが第五惑星人ってなったじゃないですか。で第五惑星人はいわゆる犠牲になったじゃないですか。そうそう、あ、よく、いや だって僕か神棚にあのお祈りしましたもん、あのありがとうございます、いや本当にだって、第五惑星人の話なんかしてる人一人もいないから、それであのそういうふうな、えっていう、であれをね聞いてね、あ、それは正しいなって本能で僕は思うんで、でところがその本能で感じられない人が、あなた一体その情報どこで聞いたんですか、あなたは何者ですかって言ったら、天海さん、あの頃ね、あの頃、あのコミュニティで失礼なやつだ、ドンと言ってあの絵文字が起こってて、そうだから、分かる人にはもう早く分かっちゃうんですよね、本当に。だから、太陽系にはね、いろんなあれがあって、だから火星からも、生命がなくなってしまう大事とかね、いろんなものが、俺のおとぎ話というか中でそういう歴史が見えてんだよな。そう、何してもちょっとやっぱり、ごめんなさい、どうぞどうぞ、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、ちょっと時間が少なくなってきてるなっていうのはちょっとやっぱり一つそう感じますね。だから多少の誤発があっても今ねやっちゃったりするけど、まあもうこれ言うとまた物議かもすかもしれないけど、誤解だったらね、まだエクサみたいにああやって食いついてくるけど、見事に退散しましたよね。そうですね、今日のお題とはちょっと違う話になってしまってますけども、まあこれぐらいにするけど、あの、生き様が、生き様が出ちゃったみたいな。そうそう。だまたこう姿を変えてどっかあの来るかもしれません。それであの遠藤さんのお話になったんで、ちょっとね、僕も今メモを見ながら見てるんですけどね、今日、佐々木ちゃんのチャンネル見たんですよ。そしたらなんかあの、九州の子供になんかこう色紙でサインしてるっていうのあった。はいはい、俺も見た。あれでしょ、これでね、ちょっと天海さんに聞きたいんですけど、僕これ あのドラゴンチャンネルを見てたら、動画を流してて喋っている下に字幕出てきますよね。あ、見えます、いいよ。あの字幕っていうのは結構あの本当に言ってることと違う言葉になる。語訳ね。語訳あるね。あれは結構あの計画っていうかプラン的なもんですよね。ああ、そんなにちゃんと見てないから、でもあるかもしれないね。俺も子供からのこのアンチに負けるなの。ああ。桜木ちゃんの
姫から来たやつだよね。うん、そうですね。もう実はずっとぐらい前ですかね、俺のラップトップの、はい、貼ったったですね。はい、嬉しかったです。ここに入ってる。実は喜んでました。分かってる分かってる。桜木さんの気持ちわかりますよ、僕も、本当、あの、女の子を。いや、ただ、自分が、こう、進めたわけじゃなくて、自分で、思いついて買い取ったんですよね。そう。うん、その思いが通じて、勝ったよー勝ったよー感じなくなったっけか。いや。桜木さん、かわいいですよね。うん、ですね。もうこの子のためだったら自分の体腫れますからね。そうそう。だからさっきの、また話ちょっと戻すけど、はい、オミギャとか、ね、死後の本当の本質の世界とか、まあ、ある意味で、ね、ゲスのこれも言ってるわけね。あの、人間選別、うん、まあ、彼らは違うようにしちゃったけど、うん、だから多分原始宗教の時は悪くなかったんだと思う、言ってることはね。うん、だから、選別ではないけど、要するに、その死後、どういうふうに生き残るかは、やっぱり自分たちのこの、今のね、状態での行いが関係してくることは間違いないと思うんだよね。うん、だそこで言ってればいいのに、なんか人間選別って、なんかね、屈服した者たちだけ残るみたいな論調になってるのが、やっぱそこが、ダメだよね、やっぱね。それは明らかに違いますよね。うん、そんな尺度で、創造の神は選ばないよっていう、そう。ことはもう、前から展開されてるし、どうぞ。だノアの箱舟もね、その人間だけじゃなくても動植物にもそういう、やっぱり。そうですね。うん。うん、だそれも間違ってもいないし。うん。うん、だからそういう、ちゃんとした頃の時代を、なんだ、名残じゃなくて、なんだろう。うん。名残。名残ですね。名残、そう。うん、あるよね、やっぱりね。うん、そうですね。うん。うん、だから別に俺も 100% あれするつもりじゃないっていうか、叩き潰すつもりで言ってるんじゃなくて、わ、うん、かるっす。そう、うん、そのそれを利用してやってる、うん、ゲストも、追撃するのが目的かな。そうですね。うん、そうですね。うん、まあ、あとほっといてくれやね、まあ、基本的にはいいんだけどね。そうですね、本当に、うん、ほっといてほしいですね。そうそう、夜中のマークでね、あ、宮田さん来た、やっててよかった。宮田さん、いらっしゃい、うん、こんばんは。あ、ごめんなさい、こんばんは。宮田ちゃん、どうも、こんばんは。この間ね、宮田さんのライブ遊び行ったのよ。なんか、物を作ってて、黙々と。で、黙々と作ってて、俺が上がったら、なんか、手元が狂ったのか、あっとか言ってやってたけど、ごめんね、びっくりさせちゃって。多分嬉しかっただけっすよ、多分。あの、すみません。天海さん、どうしても、どうかされたか。誤解も。記憶違いじゃなきゃ誤解は私のこと。おめせでして、いや、ありがとうございます。いやいや、俺もね、まあこないだね、ちょっとアンチあれしちゃったけど、自分で反省したんだよね。みんな応援してくれてるのに、みんなに目配りするのに、自分もちょっと忘れてたなぁと思って、それで最近、いろいろ見てて、で、あ、宮田さんがなんかやってると思ってね、行ったんだよね。うん。一生懸命なんか作ってたから、あ、いいなぁと思って、うん。そうそう。うん。だから、泣かないで。うん。大丈夫だよ。ごめん。
あの、仙海さんも、あの、みこしに乗って調子に乗ってたかもしれないと思って、反省した。うん。うん。そう。うん。だから、感謝だよ。うん。ね、で、あれ、できたの？ちゃんと。なんとか、形になってます。大丈夫です。なんつったったの？一生懸命、出発者のやり方探してて、いや、うまくできた。いいのよ。これは、今日ね、俺に文句言うやつらに、出てこいやーって、そういう、あの、ちゃんと目的があったんだよね。うん、そうそうそう、あの、そんだけ言うんだったらこの場設けるから、じゃあね、自分の行動を見せて物を言う人の意見は聞きましょうという、俺のこれはあの、なんとか正々堂々と受けて立とうじゃないかっていうことね、うん、いや本当いろんなやつが身勝手なこと言って、うん、いやできる範囲でやってんだから俺もね、そう、うん、お忙しい中、ね、本当にありがとうございます。先生から皆さんもありがとうございます。いや、いろいろ振り回されて、いや、すげえ、あの、居心地よくて、見入っちゃったなんかもう、あ、なんか、うん、落ち着くなぁと思って。うん、そう、天海さん、あれなんですよ、このね、あの、宮安田さんも、ほら、龍の作家だから、うん。注目してたから、この人もやっぱりドラゴンの中の要素ですからね、うん、大事な天才クラブの方、うん、泣かないでね、ドラゴン様、コメント来てたのに気づいた頃にはもう返信できなくて、ごめんなさい、大丈夫、うん、うん、ありがとうな。ずっと言いたくて、うん、もうあの心のスパチャがもうガンガン来てるんで、うん、大丈夫、うん、で今 YouTube でもう、有名人とかいろんな人が入ってきて、なかなかみんなも大変だけど、やっぱ自分のスタイルを突き通すのがあの大事だと思うんだよね。だからそれもまた格好つけるとか他のユーチューバーがこうだからって問題じゃないと思うんだよね。俺は遠藤さんがやりたいようにやってるんだって、何一つ強制してないからね、うん、そうそうそう、それが大事だと思ってるから、うん、そうですよね、うん、作って配信しちゃうともうどんどんもう自分の洋服もスタイリストになって、で電通からプロのね、あの仕掛け人が来て、最後操り人形になって、結局自分の人生じゃなくて何の人生を配信してるんだ、まあそれでいい人はいいかもしれないけど、俺は違うからね。で多分皆さんも、うん、あの、ああ、なんか結局自分出し切れなかったなって後悔しちゃうんじゃないかなと思うんだよね、うん、そうですね、うん、そうですね、敷かれたレールはちょっといいやつね。あ、ごめんなさい。そうで、やっぱそういう波に、いや、この YouTuber 流行ってるからそこから学ぼうっていうと、結局同じようなものになっちゃうよね、うん、そう、だからいつどこで何がブレイクするかわかんないじゃん。俺も最初はね、もう何かただ下手っぴなゴルフとバイクの動画とか犬の動画だったけど、ある日やっぱりその天命に結びつくものとか、うん、必ずどっかで、うん、そうですよね、うん、自分の仲間が、うん、仲間が見つかるよ、うん、宮田さん、とりあえず落ち着いてね、はい、まあ大丈夫だからさ。で、ちょっと123君とちらっと喋りたいんですけど、いいですかね。あ、いいですよ、ね、いや、いつ来るかなっていうのほらね、うん、馬面ビデオみたいに僕がほら紹介したいからさ、ね、あの、うん、食べ物とあのアキラの世界的権威123ですって言いたいんだけど、あれどこにかなんないのかな、あの惑わして沈むチャンネルっていうのは、あれ言えないじゃん口で。
惑わして、ああ。いや、あの、なんて言うんだろうな。そう、文字をちょっと特殊なやつでしないと、一番目に来ないんで。で、あれ、例の打つやつの当て字なんで。そうそう、分かってまあ、そういうことなんですよ。うん。今でも最近言えなくなっちゃってるからさ。だからまあ、1、2、3ってもう言っちゃうんだけど、ちょっと問題に入ってる。東京、小池都知事、ね、都知事、ね、あ、まだ出てこない？出てこないです。ずっと出てこない。で、もう、あの、出てこいや違うか。ここに。いや、玄海さん、今回限りは高須クリニックじゃなさそうですから。あら、そう。じゃあ、あんまり冗談言ってらんないね。なんだろうね。そう、それで、この僕は僕なりのルートがあったんだけど、今そういうところとやり取りするのはもう全然やってないんで、ただその、一般的にわかるのは、産経新聞入れて中央五市が、2週間経ってもね、え？小池さん？知らないもんみたいな、これ、ありえない現象なんですよ。そう、だから俺的には逃げてる可能性もあるから非常に懸念してますね。で俺が思うにはやっぱりね、ちょっとその本当に調子が悪いっていうのはあると思うんだよね。いや、でそうだとしたら、あ、ちょっと待って、ね、病名とかあれ出さなきゃ、いろいろできるから、はい、あれ出しないか、はい、うん、横スクロールだ、横スクロールまで、うん、危ない危ない、忘れてた俺も。個人的見解だからね、うん、はいよ、うん、僕の見解としては、なんて言うんだろう、もう悪かったら悪かったで、そういうふうに報道されるんですよ。あの、眞子さまとかそういった場合も、PTSD とかいろいろ言われたじゃないですか、うん、あの、かも、小池百合子の場合は、あの、かもなんですよ。なんか、肺疾患かも的な、そう。確定ではないですよ。なんか、噂であって、診断書も何もなしないで、あやつやつ寝るから、非常に怪しいんですよ。それは分かってるんだけど、あの、なんていうかな、こう。あ、お兄ちゃん。ありがとう。うん、お答えできませんっていう状態なんだよね。うん。お答えできません。お答えできませんっていう、だから問いかけに関して、その件に関してはこう、一切答えられないっていう、マスメディアの対応だから、ちょっと違和感もあるわけ。すごいね、その圧。正直な話、いや、小池さんだってほら、あの、ちゃんと女性ですから、あの2014年かなんかに、お父さんなのかお母さんなのかわかんないけど、介護されたら亡くなったし、最近かな、だから、うん、大丈夫ですか、うん、大丈夫、うん。飼ってた、お子さんとかいないから、飼ってた犬が亡くなったんだよね。あの、ヨーキーが。知ってる？その話。ペットロス。ああ、なんか、はい。で、あの、小池さんの小池さんの飼ってる、うん、飼ってる犬が亡くなったんですよ。それで、うん、えらく落ち込んでいて、うん、で、去年かな、うん、あの、8時には帰るとか、あの辺からおかしくなっちゃったね。あれあのショックで。でね、その、容器の名前が、そうちゃん、そうちゃん、総理大臣のそうです。願望が。すごいんですよ。だから、俺の、なんかこう、別に投資力とは言わないけど、俺の感じるところは、結構肉体的には危ない状態なんだけど、いや、もう一回復活するだろうなって思ってた、実はね。いや、今、犬の話を聞いて、ある、事件が思い浮かんだんだけど。何でしょうか。あの、紀州のドンファン。ああ、なるほど。ああ、ついに、なるほどね。うん。うん、彼も、ね、犬のことで、傷ついて、うんうん、ね、みたいな一説もあったもんね。うん。
あれはばったり行っちゃったんですよね、確かね。そう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 。そうそうそう。ふむ、あ、そうなんだ。でも、メディアがあまり騒がないの不思議だね。だその騒がないっていう統制がね、ちょっとこう、うん、いやいや、あの、他のちょっとこうタブロイドとかそういうのはちらほらちらほらは言ってるんだけど、中央都市が何にも取り上げないのかいっていうのがね、だからどうしちゃったのっていう。タブロイドなんだよ。そうですね。でも前回も似たような、まあなんて言うんだろうな、不祥事とかいろいろ重なった時、まあ、都合が悪い時にはまあ逃げるのは彼女の定番なんで、で今回は木下無免許運転のがすごい粘ってんで、なんかもうめんどくさいんですよ、はっきり言っちゃうと。無免許が粘ってる。具体的に言うね。いや、言っても大丈夫だこの場合。あのね、結局さ、その今出てきても、だからとりあえずモチベーションも下がってるし、具体的に疲れてることは、それは間違いないんだけど、ほら、うん、オリンピックの後始末と、ねえ、うん、東京はコロコロ対策と、それとあと札幌オリンピックってのがあるんだよね。うん。で、そんなのやってたのもやる気ないわけよ。疲れちゃってて。うん。だから、誰かにこう振っといて、うん。こう、何か正規をこう、ね。温存しといて、また来んじゃないかなって俺は思うんだよね。これは終わらない気がする。うん。でも、まあ、この間に、うん。あ、いいっすか。はい。まあ、この間に、まあ、関東を沈めちゃうっていうのもあれですよ。ああ、はあ、はあ。でも、したらゲス元逃げるでしょ。ね。そうなんですよ。でも、そういう統制がなされてってことは、要は情報を知り得たところには遅いんですよ。だからそれでその123の俺コメント見たんだけど、チェックメイトだってあの例のね、ああちょうどいなかったら、はい、そうそう、目のつり上がったあの首相が違う、そこまでじゃない、あの偽物のエイリアンみたいなさ、チェックメイトって書いてあったから、うん、うん、だからね、ちょっと俺はあれしてるんだけど、じゃあ小池さんはこれで終わりなのかなっていうと終わりでもない。ただね、彼女はスーパーヘビースモーカーだったからね、前ね、うん、そうなんだ。その辺はあるんだけども、やっぱりペットロスからちょっと調子悪いっていう感じで、もう二度と新しい犬は飼わないっていう感じで言ってるから、すごいよね、やっぱね。でも、体壊して、そんだけ、規制が入るってことは、やっぱりその、コロコロ関係かもしれないね。うん、ちょっとあるかもしれないですね。うん、そこね。ああ、かかったっていう。だって2週間はね、ちょっと長い。うん、だって、ね、このいろんな対策の中でやってきた人がね、そうなっちゃったらシャレにならないもんね。だから全然大丈夫だったら、あの人の感じから言ったらテレワークかなんかで、あ、心配かけてますねとかって絶対やる人だから。まあ出たがりですからね、多分。そう思いません、桜井さん。そう思いますよ。ただもう他のメディアとかいろんなメディア取り上げないっていうことはもうそういうことですよ、本当に。もう、うんうん、ね、うん、これは本当に自分のふと思った感覚ですけど、もう目がないような気もしんでもないんです、逆に言うと。うんうんうん、そうか。でもそうなるとちょっと今のトレンドじゃねえな。うん、いろいろ言いにくくなるね。かわいそうだな、それはな。し、天海さんもほら、今はもう仕事がこういう感じで入ってるから、こう東京、神奈川、多くっていうのは、まあ、ある程度こう、うん、あるじゃないですか。そう。やっぱり関わってくるからね。うん。か
かといってなんか今ドッカンゴロゴロみたいなのは別に俺は感じてはいないんだけども、うん、全体話そう、うん、その辺の危機感あんまり感じないから今のところ大丈夫かな。大丈夫ですよね、うん、あのちょっと今何も逆になさすぎっていうのはちょっと逆に気になっちゃうんですけどね。うん、うんうん、まあ溜まってる、こう、うん、弓矢のあねあれがそうですね、あのまあしなりというか弓矢でいうのはしなっとる感じがしないでもないですし、うんうん、張り詰めた、うん、みたいな。そうですね。でまあこれは本当にあの予想ですけど11月のどうだろうな後半ぐらいからなんかちょっと動き出すような気もしんでもないですね。うん、うん、あなんかね、うん、気候の厳しい時には起きてほしくないね、やっぱりね。そうですね。まあ、ゲスからしたら、まあ、そういう時に起こすんで。うん。うん、嫌がらせの天才なんじゃ、彼ら。うん、あ、で、あのだからもう、3年後の、まあ、話に飛ぶんですけど、うん。あの、まあ、3年後って、まあ、全人口のマイナンバーとかの、あれがもう完了しちゃうんですよ、予定では。で、銀行口座も紐付けられてるから、うん、まあ、これが何を意味するかっていうと、うん、まあ、多分財産税とか来るんですよ。逃げらんない。で、だから、天海さんとか、皆さん口座から、もう9割方持ってかれちゃうっていう状態になって、うん、まあ、その後、信用ポイントで、まあ、人に点数つけられて、うん、要は所得配分が、まあ、決められるっていう、多分、独裁体制に世界的に入れると思うんですよ。そうなんだよ。だから多分3年後なんだなと思ってますけど。そう。多分そうなっちゃうと、まあ、何もできないです、多分ね、僕たち。何も話せないですよ、多分。だけどさ、デジタル庁のあのヘッドとか見たら、もう全然分かってない感じじゃない？もうだから。丸投げしたんですよ。丸投げですよね。丸投げですね。アマゾン、グーグル、あらまあ、うんうん、あ、いや、俺ね、あれほら。で、何も分かってないやつが、税金たっぷりお給料で向かってもらってな、おかしいよな。まあ、そうなる状態になるって言ったら、信用ポイント制になると。それが、まあ、新札発行もされるから、要は現金で持ってても、無駄紙なんですよ、あの、3年後には。多分万札も無駄金になっちゃうから。だからデジタル庁には、税金を使うものを政治家全員にバッドボタンをつける。ね、で、国民のバッド、うん。天海さんから見てね、その日本 の, そのデジタル庁となんとかとは言ってないんだけど、なんかこう、サイバーセキュリティ的なところでも、全然なんか世界レベルっていうか、うん、天海さんはどういう見解ですか、日本の実際のあのサイバーセキュリティに関してのレベルっていうか。いや、でもまああの世界一のハッカー日本人だったりした時代あるけど、うん、でもやっぱり今の義務教育とか、まあこんだけなんていうのかな、あのいろんな規制で天才が育たない世の中で、そのデジタル方面の、天才もまあ生まれにくいよね、多分ね。でも海外はそんなことないでしょ、うん、もう違いますよね。子供のスーパーゲーマーがね、もう、数年後にはもう、10代で大企業の社長になったりとか、うん、あるけどね、日本は違うじゃん、うん、なんかね、僕はすごくそのまあ天海さんの話を聞いて、アメリカの本当の実情みたいなのがどうなってるのかっていう話を聞くと、ちょっと賛否両論あるんだけども、うん、アメリカでほらサイバーに関わったりとかそういうことに関わった人が捕まるじゃないですか。そうそうそう。ところがものすごく優秀だったりすると、うん、なにお前勤めないみたいな、ね、そう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 、うん、そういうこと、そういうそういう取引みたいなのが、司法取引っていうのがどうかわかんないけど、うん、そういうのがすごく早いじゃないですか。
そうそうそう、うん、日本ってなんかそんなことなんかなあんまりないでしょ。うん、なんかもう社会的に抹殺されて逆に二度と触れられないような状況に陥るみたいな、うん、不倫系ですよね、どっちかっていうと日本って遅いし、うん、だからね、やっぱり、多分その辺の世界ですごいのはあれだろうなって、やっぱアメリカ、中国、まあインドもいそうだな、うん、イスラエルじゃないですか。あ、イスラエルもね、そうだね、うん、あそこはまあまたちょっと別格で出城みたいなもんですからね、うん、これまた宗教観があまり強いとやっぱり、能力に限界が来るよね、やっぱりね、うん、ただ強いのはやっぱり国民一人一人が割と兵士として育てられてる雰囲気があるので、うんうん、だいぶそこで違いもありますよね、うん、うん、まあ、英才教育は優れてるけど、うん、その飛び抜けた存在はやっぱこうああいう秩序の中だと、やっぱ異質な異端者になっちゃうから、うん、まあ天才教育が間に合ってないってことし、そう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 、うん、だその辺も、うん、その辺をもう吸収できる体制はやっぱりアメリカとか中国だろうな、うん、まあでも天海さんはよくこうすり抜けてきましたよね。俺はだからそれはすごい感動してるっていうか、よくだって、うん、もしなんていうのかな、ある意味でそういうね、うん、DS がね、うん、まあまあそこそこ、うん、太陽族 OK だよみたいな話だったとしたら、うん、やっぱりそっちの世界に行ってたかもしれないじゃないですか、言ってみると、うんうん、でね、俺なんか本当にね、なんていうかもう同じことを感じてるんだけど、天海さんがアメリカに行かれてコンピューターグラフィックデザイナーにを志してた時期あったでしょ、うんうん、で、あの時にもういろんなそのCG のグラフィックをこうやっぱり個人的に見ると、あ、いいなとか、例えばほら、かわいい犬が便器に座ってて、うん、僕のセットはどこに行くのかなみたいな感じなんですか。そうそうそう、うん、俺好きなんですよ。で、うん、太陽が昇ってる時と沈んでる時とこうイルカと一緒に犬がほら、うん、泳いでるっていうか、うん、ジャンプしてるようなものあるじゃないですか、うんうん、それとあと今その椅子にかけてあるやつ、うん、名作のやつですよね、うんうん、これもそのドアップで見ると頭のところにこう、まあ原爆っていうかそういう意味も入ってると思うんだけど、そうそうそう、浮世絵が描いてあるんだよね、うん、アップで見ると、だからそういうことを考えると、え、全然これいけてんじゃんとかって思うんだけど、うん、だこの時すでに、原爆なんかより東洋シードの方が強力だっていうことを言いたかったんだよね。なあ、なるほどね、で、そう、それで一生懸命やってるのにもかかわらず、だからもしそういうなんていうのかな、いわゆる権威側とかそういうコネクションとかそういうの関係なくてフラットに考えてみたら、うん、全然俺才能あったと思うのにもかかわらず、なんかいちいちがね、うん、起きちゃうっていう、これどうなってんだよっていうの。だってあれなかったらあのまま CG グラフィックデザイナーでいけてると思うんですよね、うん、僕は。ところがね、うん、ところが神様はそこじゃないんだよね、うん、みたいな感じじゃないですか、うん仕事はそこじゃないんだみたいな、うん、だから、まあ、それも、うんうん、それもあるんだけど、まあ頭角現すと必ず潰されてきた。だから今回の遠藤さんの件もすごい
結局天界潰しがちょっと見えるんだけれど、あのだから俺はやっぱりその、結局 DS 側のその人を支配するっていうところに賛同しないところがやっぱ怖いんじゃないかなと思うんだよね。でも俺が発信するものは、吸収しなきゃいけない。だから、エイリアンとしてのその発するものは吸収したいけど、社会的力を持たすのは怖いっていうところが、こういう状況になってるんじゃないかなと思うんだよね。そうですよね。で、そういうふうなその苦しい状況になりながらですよ、あの自分の作品を、例の、ある人たちの目に留まっちゃった作品あるじゃないですか、データが消えちゃったやつ。うん。ね、あんなところで、こっち来ないみたいな。うん。あそこだってもう結構際どいじゃないですか。うん。天海さんだってそこは、あれあれって言って、全部見せないで、うん。うん。あの、フリーランスだったら、みたいな。そう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 。うん。だからね、その距離感っていうのがよくこう、だって下手すればあそこで今度は取り込まれるっていう形になっちゃうと、うん。もう向こう側に行かざるを得なくなっちゃうわけじゃないですか。そうそう。まあ、その辺のこともかぐや姫に入れてる？あの、その、そうそう、それが。取り込む中にも、やっぱりその、快楽とか欲で操作する。まあ、あの 3S 政策っていうのはね、日本にかけられてるけど、まあ要するに人生の目的が、今の人生現実を快楽で生きる人たちはそれあれしちゃうかもしれないけど、その後の本当の人生に気づいちゃったから、俺としては全然こだわりがない。まあだから、物も手で食っちゃう。いや、乾杯乾杯そう、そういうこと。だから、もう、なんか、今回話題になってる、格好つけてることとか、なんだろうね、もう、全部なんかでくだらないんだよね、俺的には。どうでもいいんだよね。だって、かりそめの、そういうのをこう見てても心から愛されてなかったらそんな持ち上げられたって嬉しくもないし、そうそう、だまあ俺の友達が偉い人に言うのも申し訳ないけど、あのもう平子らしている人たちを俺は本音が見えちゃうから、でまあそういう人たちもやっぱりこう本当の気持ちがわからないから俺みたいなやつとこう飲んで安心するんだよね、本音で付き合うから、いや俺なんかね信じられないんだけど、確かにあの僕の友達でもいたけど、帰国子女ってなんかこうと独特のいじめをするって言うんだけど、俺はなんかねそれ分かんないんですよね。俺はもし例えばあの同じ小さい時期にね、だからあの砂場の率の時代に会ってたら、いやー、リツ君、アメリカの話聞かせてよって、俺は、もう、友達になりたい感じだから。ね、あの最初そうだったのよ。あの、英語喋ってとか言って、あ、やっぱ本場の発音すげえなーとか言って、俺も最初迎え入れてたのに、そうすると女の子が、すごいかっこいいとか騒ぐと、こう、嫉妬した連中が裏で、なんだあいつ。喋れるからってカッコつけやがっ って、なんか知らないところで今度は反展開が生まれて陥れられるとか、もうそのパターン面白くね、だから面白くねみたいな感じですか。そうだから、それそっからなんだ、これも、能力あってもこう表に出すのを躊躇したり、まあずっと遠慮してきた、で、お前は大器晩成なんだよとかね、クソ坊主に言われちゃったりして、それ信じて、きっと報われると思ってずっと信じたら、いや、ずっと取られ続けてるだけじゃん。騙されたって気づいたんだよね。そう
でも、あの、一つだけ、これはちょっと自分言いたいんですけども、やっぱり、アメリカにおられたら、こうやって、皆さんとも、お話しする機会すらなかったと思うんですよ。うん。うん。今、こう、上がって見える方、もしくは、コメントで応援されてる方、前回さん、アメリカに行ったとしたんだったら、出会うこともなかったなっていうのが、ふとあるんですよね。うん。でも、まあ、何の因果か、こう、日本に、まあ、戻られてという形で、うん。うん、まあ、こうして、喋る機会もありますし、うん、まあ、これ大変ありがたいことだなと自分は思いますね。うん。俺の方がやっぱ、俺もだってアメリカ行ったり来たりしたけど、やっぱ日本の方が居心地いいもん、やっぱり。居心地はいいんだけど、やっぱりその、なんていうのかな、こう、アメリカで生まれたりとか、アメリカ人の考え方って結構僕は尊敬してる部分もあって、うん、例えばその A 地点から B 地点までこうショートカットで、うん、合理的に行くならどうするかみたいな。そう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 。あるでしょ？うん。で、結局、例えばそのアイデアが浮かんでそれを具現化するのに、すっごい早いじゃないですか。そうなの。もう、あと、日本で遅いじゃん。アメリカにいるときは、学業でも、早くこなすと、飛び級？飛び級があります、ね。そうそう。そうそう。で、俺、日本帰ってきて、やっぱ同じように頑張ると、要領のいいやつだなと言われちゃったんだよね。ええー、みたいな。で、石の上に3年いろって、ええー、あれも嘘ですよね。だから格言とか俺も全然信用しないでしょ。その辺でね、わけわかんなくなっちゃって、なんか能力って出しちゃいけないのかな、なんでこんな怒られたり嫌われたりするんだろうとか思っちゃって、そうだから俺なんかもリス君いたずらとか好きじゃん、そうじゃん、グレゴリーペックにさパイ投げしたとか、俺聞いてましたもんね、たぶん。さすがにそれはできなかったけど。捕まりますよね。グレゴリー・ペック。そう、だからね、でも、いまだにだから苦労してる。だから YouTube でも、わーって伸びて、あ、やっと、間に変なやつがいなくて、こうやってみんなとダイレクトにつながれば能力認められるんだと思って、うん、いや本当に YouTube やってよかったと思ったけど、途中からやっぱね、その、うん、出ましたね、ジャバスル軍団が。そう。だからね、今回はもう、あったましたから、競技ぶっ壊してやろうと思ったら、なんかこんな大きなことになっちまってるけど。でも、なんかその、どういうんだろうな、一番最初にこう、やっぱり天海さんが、え？何そんなに攻撃されてるのっていうのがね、こう、動画を見始めた頃っていうのは、よく雰囲気は分かんなかったんですよ。うん、ただ連続でずっと続いてて、それがエスカレートしてきてるみたいなこと、なんでなんだろうって思ってて、そしたらやっぱり通常の、そういうなんか、アンチ、プロアンチみたいなのもいるけれども、いやいやいや、この人真実喋ってるから、やっぱり、その、偉い人っていうか、DS の方も見てるし、そうそう、真実。で、だから、ね、あの頃、俺なんか結構存在感あったのに、なんかみんなもう意識したように、申し合わせたように、話題にすらしないでしょ？名前すらしないでしょ？真実。うん。そう。で、身内同士の名前出して盛り上がって村作ってやったじゃない。うん。だ村八部ってやつ？うん。そうそう。まあ、それが進んだから、やつらの5番の上がダメなら、まあ、アウトロー会じゃあ出してこようか。今、パンドラの箱を開けてる。まあ、それも結局、天命的につながってるから面白いなと思ったけど。そうなんですよね。うん、
だから最初その神羅万象とか哲学シード理念っていうのはもうね、やたら動画に哲学シード理念だっていうのが出てくるから、ね、これ一貫して出てくるなって、じゃあシードって何なんだろうってこうね、頭の中で整理してもわからないのは、その、やっぱり心で紐解かなきゃいけないんだなって思ってるところに今度出てくるのが、三つの脳があってね、みたいな。ちょっと待ってください。頭の脳、心の脳ってやつですね。そうそうそう。はい、で、本能の脳っていうの3つの脳があるって、来たよ、これ。で、やっぱ本物だわ、みたいな、うん。で、で、そういう時でもう結構苦しい状況だったんですよ、いろいろ身体的にね。それで見たいなと思ってて、こうやって、その、あの、プレイにするじゃないですか。で、これから流す動画はね、いろいろあって、頭が崩壊するかもしれないから、これ当てはまる人は見ないでね、みたいな。うん、見たくなるじゃんだって、いざなぎ、いざなみだって、見ないでくださいねって言って、俺我慢できなくなって、見ちゃって、ひぇーって見るわけじゃないですか。で、見るなって言われたら見ちゃって、案の定崩壊しましたよね。二三日ちょっとわからない。だから、別につかみに言ったんじゃなくて、やっぱりこう、いろんな宗教観持ってる人が、ちょっとね、壊れちゃう可能性あるんで、うん、そういうのはちゃんと前置きしてるから。で、それがね、ちゃんとこう、天海さんの頭でこう、プログラムっていうか、次にこれ出してって、次にこれ出してってっていうのが繋がってるんで、だから嬉しいですよね、俺これな、血液の秘密とかやってくれないかなと思ったら、血液の秘密やりますみたいな。うえぇーみたいな。そうなんだよ。うん、そうだってあれも、うん、だってわかるじゃない。A 型が一番多いから、やっぱり社会にとって一番安定した層に入れようとかね。うん、そうそう。で、少数の決意型は、まあ、ちょっとじゃあ、アーティスト系に入れようと。もうそういう思惑が見えちゃうんだよね、俺の場合ね。うん。そう、だから。うちの家族全員 B ですわ。あ、俺も B だよ。そうなのよ、うん。でもさ、まあ、確かに占い面白いからあれなんだけど、A 型だからクソ真面目とか、あの決めつけ好きじゃないんだよね。うんピーカちゃんどうも、うん、こんばんは、お邪魔いたします。はい、どうも、こんばんは。ちょっとおトイレ行ってくるから喋ってて。はい、あ、はい、うん、ピリカさん、はじめまして。あ、はじめまして、よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと最近YouTube を始めましてちょっとそれでちょっとあのいじってたので遅れました。すいません。うまくいってる？あ、はい、今3本動画上げました。あ、本当、よかったね。はい、はい、ありがとうございます。で、ストリームヤードもこれからやろうかなと考えていて、はい、それでちょっと、いじってました。あ、本当。あ、操作の仕方がちょっとわからなくて、ちょっと手間取ってて自分で見たけど、全然理解できないから、まあいいやって。設定がね、難しくて。ちょっと、手こずってました。ちょっと、はい、動画見ながらやってたので、コメント全然書けなくて。で、今、やっと、できたので、一段落できました。はい。あ、ピリカさん？はい。ピリカさんの、名前って、どこから取ってるんですか？ピリカっていうのは、アイヌ語のピリカを使っています。で、ピリカっていうのは、ピリカチカッポっていう、アイヌに、アイヌ神話にある、あ、シマフクロウの神話をもとにピリカっていう名前。で、スマイルっていう。ちょっといい、はい、イジニーさんとピリカちゃんにね、謝んなきゃいけないんだけど、ほら、俺、ストリームヤード、技術的に入れなかったって、ストレス溜まっちゃって、イジニーさんにピリカちゃん食べないでね、つって。食べるんだったら夢ピリカにしてくれって言って、コメントがね、なんか最近アウトロー系に行ってね、
なんで俺こういうなんかいやらしいコメントになっちゃったんだなみたいな。だって、なんかそうそう、自分がこう打ち込んでからさ、なんていうか、後悔するようなコメントしちゃったのよ、私。だから、ね、一緒にいたくなっちゃうんだよね。そうするとあ、僕は多分ほとんど見てないですから、多分大丈夫です。大丈夫、そうそうそう。はい。一番初めての回なので。さっきほどのね、トロンちゃんの話で、いろいろね、過去動画とか、その一連の流れを理解して、天才クラブ作ってよかったなぁと思ってる。要するに、多分ね、俺のチャンネルよっぽど見てる人たちが、まあ、天才クラブ入ってると思うんだけど、そう、そこまで理解してる人たちになると、今度ね、本当理念の外の、もっとぶっ壊れちゃうかもしれない話できるようになるもんね。うん、ぶっ壊れちゃう話。そうそうそう。うん、まずは一番、うん、あれなのは、忍者になっとけと。まずはそのあれが。さすがにさ、いい話だね。なんとなく言ってる意味わかるでしょ。もうこんだけもうゲスのシステム完成したら、もう固まったら、一網打尽ですから。そうですね。でも、目覚めてる人がいっぱいいたらもうどうしようもないからね。そうそうそう。いや、コミュニティでいいこと書いてる人がいて、このままの世界で行っちゃうと、人間を蜘蛛の巣で、こうね、囲っちゃうみたいな状態でどうにもならないじゃないですか、みたいなのがあったの展開の開始が、天才忍者がダメだったら、よっぽど覚悟がいるというようななんかニュアンスのコメントがあって。ありましたね。そう、天才忍者から天才スナイパー。超天才忍者負けんのみたいな。まだ、要するに、分かりやすく言うと、ターミネーターの世界ぐらい、デスが完成したら、レジスタンスになるしかないですからね。そう。だって、もう、いろんなもので、理念まで読まれて、反社のレッテル付けされて、もうシステムから阻害されるからね、その段階になったら、やっぱりそこは力を合わせるしかなくなるよね、多分ね。手を取り取って。青いちゃん、青いちゃん、よく落ちるね。こんばんは。一度本当にレッテルを貼られちゃうと、もう取り戻せんものもやっぱりあるもんですから。そうなんだよ。いや、あります、僕もね。で、今まさにそのレッテル貼りが始まってて、で、集めた情報の情報処理で完全な管理システムができるのがね、多分、数年後だから。まあ、マイナンバー紐付けしたと。そう、一致しちゃうでしょ。今まさにその、紐付けするためのその完璧な情報収集システムが構築されてる。これ以上言うとやばい話になっちゃうけど、まあ言いたいことはわかるでしょ。そう。3年後にはまあ金がなくなるから。天海さんね、一つこう比喩的な表現で言ってるとおりですけど、この前のライブの時にね、アウトオブコモンセンスの世界で、こう、二つの世界があってみたいな話なんですけど、そこにこう、柴犬、犬のね、柴犬っていうお話出たじゃないですか。で、あれをね、ディメンション変えて、日本の犬で考えてみたらどうかなって思って、パッて、日本のオリジナル犬ってどれぐらいいるのかなって、6種類ぐらいいるんですよ。で、土佐犬、そうそう、土佐犬とかあるでしょ、あれ。薩摩犬っていうのがいいんですよ。はいはいはい。薩摩犬は、西郷さんが、可愛がっていたメス犬のツン君、ツンちゃんって言ったらいいんですよ。ツン君
そう。ゲームショーだね。うん。メス犬だからツンちゃんなんだけど、うん、イノシシ狩りをするのに連れてってったっていうか、うん、ああ、面白いな、薩摩犬なんだ、西郷さんの銅像とかあるけど、うん、あれの原型のモデルは、薩摩犬。だから、千葉県には薩摩犬。まあ、辻褄あっちゃうなぁとか思って。うん、聞き流してください。でも俺ね、日本犬である特徴に気づいたんだよね。世界中の犬いろいろ見て。日本の犬って、尻尾が上に上がって、肛門丸出しなんだよね。ああ、確かに。うん。言われてみれば。実は、中国のパグもそうだよね。うん。ただやっぱ東洋人のつら、基本的に、人を疑わない、警戒心のない、素直な、理念だと思うんだよね、やっぱりね。そういうところにも現れるわけ。うん、結局、他は肛門隠すのは、あの、急所だから、隠すじゃない、うん、人間的、あ、犬ってキャインキャインって言うと尻尾丸めて隠すでしょ、うんうん、それをさ、もう、丸出しで、人がいいにも程があるだろう、みたいなね。ね、ああ、ダメだ。あの、オメガの、あの、玉の、セクシーショットの方。ああ、懐かしいな。確か、うんこついてたよな。そうそう。ねえ、あの野郎。うんうん、いや、ケイちゃんも、A ちゃんもなかなかの玉よ。うん、A ちゃんの玉見たことないですね。ああ、じゃあ A ちゃんの玉で一本あげてください。うんあ、でも あいつ用心深いからカメラ向けるともう何すんねんって顔して去ってくから、うん、ちょっとね話題あいつは取りづらそうですよね、うん、話題変わるんですけどね、桜木さんね、はい、あのお嬢さんもいらっしゃるんですけど、最近ちょっとは思うんですけど、はい、あのこうまあ天海さんのライブ待ってたりとかする間広告入るじゃないですか。はいはいはい。これやたらめったらね、多いのがね、ライブ配信アプリポコチャとか。ああ、なるほど、うんうん。で、ライブ配信してますとかって女の子がこう出てったり、うんうん、なんかて、あの、桜木さんも天海さんも皆さんね、なんかこの世界ってこの先、ああいう何かこうね、中学生、高校生の女の子たちが、何かこう今ストリームヤードでも、女の子がいて、こうスパチャが飛ぶような世界っていうのもこう、アウトオブコモンセンスの世界でこうダブってきてるから、なんかやっぱり可愛いからつって、例えばそのストーカー的なこととかね、うん、何かこうちょっとこう嫌なことにつながってこなきゃいいなっていうふうに思うんですよね。でも本当にそれは十分警戒した上でやってますよ、うん、ただなんかすごくやたら多くありません？あのでも広告っていうのはあのその配信のその内容によってあのすぐ広告って決まってくるんですよね。そうそうそう、うん、キーワードとか、うん、いろんな、AI が判断するんだよね。うん、僕、その辺はね、ちょっと疎いから、広告の出稿料だけで見ちゃうから、そうなのかな。たまたま天海さんの内容が多いかもしれないですけど、例えば自分なんか、例えば車とかあげるじゃないですか。ああ、はいはいはい。車の、あの広告つきますからね。うん、あそうそう。あそういう、それもやっぱり天海さん、AI でやってるじゃん。そう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 。うん、うん、そうなんだ。だから、俺のバイク動画にはやっぱそういう、広告が入るんですね。そうですね。うん。で、俺のとこ、やっぱり広告多いのは、高評価が多いからなんだよね。要するに、いいイメージ、視聴者が、喜んでる番組っていうのは入りやすいのよ。うん。うん。そりゃそうでしょ。なんかもう、先立ってるとこに広告。そうそう。それはもう、うん、そういう道理ですよね。うん、そうそうそう、そういうふうにできてるね。あとコメントが盛り上がってるとか、うん、やっぱコメントをするぐらいって一生懸命見てるって証拠だから、
前回そのね、うん、俺なんかすごく感動したのが、結局誤った医療情報をね、勉強するわけにいかないんでね、ニコニコ動画の方に行ったら、天海さんの動画が6本あって、つっくんとせいさんっていうの、あ懐かしいっていうの見ちゃいました。もうあれ、よくまたあそこで見たら、ちょっと結構怖い事件だなと思う。一期一会で、まあ最終的にはせいさんはね、ハッピーエンド的になるんだけど、あれもなんかちょっとかぐや姫と被るんですよね。ああ、そうかも。うん、まあだから、やっぱりそこでも俺は、理念、その、あれも多分、この、死んだ後の世界の方が大事だよっていうことを込めたと思うんだよね。そうそう。まあ、それこそこれの天国と一緒かもしれないけど、まあでも、それが天国になるか地獄になるか、やっぱり自分の背負った理念、だから猜疑心を背負って、その理念で行っちゃったら、もう猜疑心取れないからね。それはありますね。本質になっちゃうから。まだこの、要素がある間、こう、理念をいろいろね、作ってるからいいんだけど、要素がなくなって、もう本質が出ちゃったら、もうなかなか変わんないからね。そう。だから、猜疑心とか、妬み嗔みは、そのまま自分に返ってくる。まあ、だから、三種の神器に鏡が入ってるのは、自分の理念が自分に返ってくるからね。自分を疑ったものは自分消滅しちゃうでしょ、どう考えても。まあそうだね。でね、そこをこう、例えばその、こう、妙にこうリンクしてきちゃうのが宗教だから、そこで生まれ変わりなの、輪廻のなんとかだのって話になっちゃう。そうそう。だからある程度、合ってるんだけど、ゲスたちはそこで、今奴隷のように使われてても、死後は幸せだよっていうふうに書き換えてるわけじゃん。そうすると、奴隷がおとなしく従っちゃうでしょ、でも、やっぱ奴隷は、辛い目を見てるから、その中で育つ、本質ってやっぱり、苦悩の、本質なんで、だから、あとね、その、なんとか、諦めちゃうとか、別に、この人生失敗しても、次があるとかね。そういうふうになっちゃうから、そこは俺を修正したいところなんだよね。そうですね。あと、意外と、本質磨くことを忘れちゃうじゃん。で、この人らの感覚やと、もう一個あれあって、煉獄っていう場所があるっていうことを煉獄、天国じゃなくて、はい、煉獄ですね。天国でも地獄でもない囚われた場所っていうところを作っとるんですよ。ああ無限地獄、あ違うな、そみたいな、そんなような感じです、本当に。いやー、桜木さん、深い話ですね。そうそう、だから俺的にも、地獄っていうのは別になくて、だって善悪っていうのはその、各国違うし、人によって違うから、善悪はなくて、その要するに、間違った人間で、その、無限地獄に入ることだと思ってるんだよね。それが地獄だと思う。要するに、もう、堂々巡り、さっきの猜疑心じゃないけど、もう自分疑ったら自分がいることすら分かんなくなる。もうそれもう地獄でしょう、やっぱね。いや、あれ、イアス人とサータンとヘルの話は結構ためになりましたね。頭のモヤモヤがね。恐ろしい世界だなぁと思って。だからここまで、その、なんていうのかな。ねえ、洗脳っつったらなんだけども、こういう、だって、もともと、その辺が猜疑心を持ってる、
宇宙人たちだから、支配したくなるんだよね。うん、だって猜疑心なかったら支配する必要ないじゃん。うんあれでも、あの、嘘っていうのをこう、つけるっていう、のも結局新しいケースの創造性っていうことなわけでしょ結局。そうそう。それまではみんな正直者だったから。あれ、サータン、たまったもんじゃないですよね。そうそうそう。一番近隣の被害者。そうきちいなだって最後の最後まで騙すんだぜあれありえないと思う、うん、だって俺見れば分かるじゃんあの信じて許したらもう何度も騙す楽ちんみたいなものうん、だから正直もやられちゃうんだよ嘘にね、うん、まあそうですよね強いな嘘って、うん、やられちゃうから俺3回ルール決めたの。でないとやられちゃうから、うん、最後まで。うん、でね、天界信号にあるみたいに天界さんが言ってるね、神様は慰めるっていうのあるじゃないですか。はいはい。ああ僕も慰められて、で、なかなか来ないんですよね。もう、うん、どうなってんだよって。わっち、ご覧になるんだね。これ来ないんですよ。これじゃ、うん、いやー忙しくってさみたいな忘れた方に、うん、まあ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 ね。乾杯。そこで乾杯出ますか。うん、それで、うん、でね結構だから慰められてて、その時にこう話してもね、俺悪いけどだってね神様ね。世の中見てください、もう桜木さんだったら分かると思うんだけど、はい、車なんかだって、どんどんこうね、進化してって、ね、うん、新しいものになってるけど、デザインも変わってかっこいいのになってるけど、結局ガソリンじゃんみたいな、こんなあの立ち遅れてる惑星なんか、さっさとあの立ち去りたいから死んじゃおうと思うんですけどって、いやいや。そんなことしたら俺悲しいよなみたいな言われるわけです、うん、で、結局話をしてるうちに自分で自分の命を絶つってことは人をやるのとほとんど変わらないんですよ、うん、いや絶対ダメなの、うんうん、まあ自分が出てきてるのにね諦めちゃうの、うん、その放棄っていうのが、うん根本的には絶対それできない自分がいるんですよね。うん。だからそれを本当にやりかけようとすると、もうそれができないようなことが起きるから、ああ、これ無理だから、じゃあ自分で死ねないんだったらさっさと迎えに来てくれよ、みたいな。うん。おい、うん、もう、なんか。で、今の話で言えば、今の、世の中はそれ自害すれば終わるけど、うん、未来の世界終わんないからね、うん、だからそこで逃げを持っちゃった時点でその自分の本質の世界行ったら永遠に逃げ続けるそういうことだから、うん、それで解決していけないよっていう話がまず一つと、うん神様ね、いる、で確かにいろいろアドバイスももらうこともある。でも、なんで助けないんだ。それで頭くる時期あるね。俺も頭した。なんで助けねえんだろうって。うん、で、その時、要するにやっぱ、関与しちゃいけないんだよね。うん、要するに関与した時点で、それが自ら育った理念、シードじゃなくなるからなんだよね。うんでそれで、俺はついつまがあったんだよね、その、まあ、神様というか宇宙人というか、まあ、あの、いろんな知的生命体のね、その、メッセージというのはね、だから、うん、一応対話的な、そういうものはあるけど、助けるのは関与になるからできないんだっていうところで、ついつまあったんだよね。いや、だから、言う
ことなんだよね。乾杯出るかな。はい、青鬼さん。はい。赤鬼さんじゃない。これさ、今アンチ来たら、いや何やってんだろうと思うだろうね。いや入ってこれないって。いや123も覚えてると思うんだけど、俺もね天海さんのなんかやっぱり苦しみはわかるんです。だからほら例のよく君は覚えてたなと思ったのがほらハワイでねぶら下がったっていう話あるじゃないですか。あ、はい、そうそう、なかなかぶら下がりませんから。俺おそらくその頃北海道のね摩周湖に行ったらなんかこう死体が上がらないで、あの自殺できるかなと思って行ったんですよ。そしたらね夜になっちゃったから、すいません摩周湖までお願いしますって言ったら、みたいなタクシー行ってくれなくて、それで緊張したんだろうね。うん、いやそれはそれはそうですよね。何の用事かっていうこの時間に摩周湖行くんですかって、それは確かにそうなんだけど、いいから行ってくださいって言ったら、ダメですって言われちゃって、それが、だからね、ダメなんですよ。自分から降りれないから。だったらさっさと帰り来なよ、もうこんなヘンテコリンな。俺、間違って生まれてきちゃってんだよ。宇宙家族ロビンソンじゃないんだからさ。間違って生まれる。ってくることないですけど、あのその辺の話で天海さんが言われてるのは、まあ生きながら死ぬっていうのはものすごい分かりやすいというか、まあ自分もそうしとったような気がするんですよ、自然と。やっぱりちょっと例えばまあ過去に悪いことしてましたと、でもう一回生まれ変わろうと思ったらそれしか方法がなかったんですよね。自分を殺してでももうそう、だその生まれ変わりを信じてしまうと、ダメだから、あの俺はあの輪廻転生をまああのちょっと切り崩す決心をしたんだよね。まあもちろんいい考え方もあるよ、あのいい面もあるんだけど、そういうふうに自殺を軽くしてしまうきっかけにもなるんで、切り崩さなきゃいけないなと思った面があるんだよね。そうなんですよ。ただその本当に宇宙的な法則においてのその自殺はダメなんだよっていうのは宗教色がないところでの理解の仕方っていうのがね、本当はあるべきで。なゆたちゃん来た。来たけど、なかなか照明落として登場したな。おぉ。なゆたさん、迎えが来たようですね。どうも。こんばんは。こんばんは。すいません。ダンスの調子はいかがでしょう。え、もう今頑張ってます。大変頭の中がぐるぐる。頭の中ぐるぐる。はい。乾杯。あ、乾杯。乾杯。あ、どうぞどうぞお話ししてください。ナイトさん色っぽいですね。いや桜木さんね、でも本当に僕も、はい、あの潰され潰され潰されてきたんで、はいはい、あのアウトオブコモンセンスなんですよ実はね。で天海さんにも僕は お尋ねしたかったんだけど、結局例えば、親の敵とかっていう話になると、親の敵 DS ですからね。それとやり合うっていうのはその力がないとちょっと無理な話だし、真っ向勝負はかけちゃまずいですね、やっぱりできないですよね。だからそこで気づかなきゃいけないのが、核ミサイル持とうが最新のジェット機を用意しようが、それを動かしているのはその人間の理念なんだよね。パイロットだったり、ボタンを押す人だったり、だから、大量兵器がなくても、素晴らしい理念を持っていればその人たちも押せないんだよね。なるほど。そう、まあ、そこで、あ、だから人間の質が俺は大事だと思ってるし、天才忍者が増えることが大事だと思ってるんだよね。それと
それとあとやっぱりこう憎しみの連鎖っていうか、その相続をしちゃいけないっていう、いうね、その心の仕分けで、やっぱりこうやられっぱなし、やられっぱなしだと納得いかねえなみたいなあるじゃないですか。桜木さん、わかるでしょ。わかりますよ、わかりますけども、だけど敵取ってやろうかなと思っても、まあ、あのそこは何でこう歯止めがかかるかですよね。分かります。そうだから、あの天海さんもその善人は善人なんで、やられっぱなしなんだよね。で、究極の善人は自分が悪いとか自分を責めるところに行っちゃうから、それを見てきてるんで、あの俺は倍返しする。でも、引きずらない。だから、どんなに戦っても、そんなにずっとは引きずらない。でもやっぱ、あの返さないと、もうあまりにも善人が、さっきの嘘つきと正直者の勝負と一緒で、バカを見る時代を作っちゃいけないってことですよね。そうそう、だからあのみんなにもちょっと、アウトローの世界とかそういう戦いの世界も見せていくんだけど、そこのね、バランスが天海さんは絶妙なんですよ。だからなかなかそういう究極のところまで行くと、行ってしまったりとか、そうそうそう、中途半端なこうミステイクを犯す場合があるので、だからね、もう不思議とね、心がもやもやしてきて、この野郎とか思ってる時に、憎しみの相続はしちゃいけないんだよね、そうそうそう、おしまいとかって聞くと、で、あのアウトロー界も、半分以上は白いキャンバスで汚された人たちなんで、黒いキャンバスも、でかい器はね、黒いキャンバスもいます、確かに。本質が変わらない人たちもいるけど、半分以上は、白いがためにもう突っ走っちゃう。だから、あの、まあ、アウトロー界見てる方、わかると思うけど、俺は内藤豊ちゃんなんか、その部類じゃないかなと思っている。あの人はピュアでしょ。ママエンさん、こんばんは。あ、こんばんです。ママエンさん、こんばんは。こんばんは。この間のギター素敵でした。ありがとう。俺もそろそろ新曲作んなきゃと思うんだけど。あ、そうだ。前回さん、そうだ、すいません。この前、コミュニティにランク貼ってくださいって言ったんですけど、言われたんですけれど、コミュニティの、あの、ワードがよく理解できなくて、コミュニティっていうのは、どういう、なんですか？あれ、うちのチャンネルの、一番ホームポジションに行くと、リストとかコミュニティっていうそういうタブが見つかると思うんだけど、コミュニティ行くとその、掲示板があるんだよ。で、まあ一般の人が見れる内容とメンバーだけが見れる内容があるんだけど、あ、はい、そこに掲示板があるんだよね。コミュニティっていうとこ行くと、はい、そこでも結構みんな Y のやってるよ。そうなんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。まあそんな感じかな。いやだからね、なんだかんだ言って救われてますよ。だからその歯止めが効くっていうか、僕もあの天海さんと同じように沸点は高いんですよ、なんだけど小さい頃からともかくもうあのなかなか怒んないんですよ。怒んないんだけど、ぶち切れると、もうちょっと手つけられない状況になっちゃうんで、超人ハルクみたいな力出しちゃって、友達と喧嘩をしたんですよ。もう本当に初めてね、ぶち切れて中学ぐらいの時。そしたら、パッて気がついたら、もう、教室のあれはもう全部こう、ぐっちゃぐちゃになってて、手が真っ裸になっちゃってるんですよ。で、全部その着てるものが粉々になってるんですよ。
で、俺、波動砲、壁大丈夫大丈夫って散々やっときながら、命大丈夫って言いましたからね。ああ、だから俺怒っちゃいけないんだなっていうのは分かってて、なかなか怒らないんだけど、粉々になって、そうそう。で、でそれが1回目で、高校の時にやっぱり切れて、ちょっとコンクリート系の壁をうりゃーっつったら壊れちゃったんですよ。これはやっぱり壁派持ってますね。いや、だからそしたらそのうちの母親がやっぱ心配して、結構だからあの好きなんですよ、天柱殺草が人相とかね、四柱水明とかね、まあその乾杯、はい、出た、ここで乾杯、さんの乾杯出た。あーコマーシャル入りますみたいな、そうですね、これ、そうそう、いや俺もそう、わかるでしょ、何か始まるから、うん、わかる。あので、そしたら僕自分で言うのはなんだけど、あの、戦ったら結構ポテンシャル高いと思うよ、俺も。出ちゃいますよね、結構。うん、そうそうそう。っていうか、俺の体の動き見れば分かるでしょ、普通に。分かります、ね、うん、60歳最強ですよ。そうなんだよね。いや、60歳じゃないっす。70ぐらいって言いましたっけ。いや、いやいやいや。前回さ、いや、天才っす、天才っす。あ、なるほど。今月俺気づいた。天才っす、うん。親父の前歯折ってたからな。うん、なんで親父殴るの。天才っす。なんで親父殴って前歯殴るの。60歳じゃないっす。いや、あの、体に染みついちゃってたから。天才っす。うん、あの家族全員で襲いかかってきた。力を合わせりゃ俺に勝てると思ったら反応的に出ちゃって、うん、かわいそう、お父さん。うん、そう、123のあの伝説のアキラに詳しいじゃん。確か天海さんのことアキラでしたよね、うん、そうなんだ。ああ、ね、うん、その可能性もありますけど、まあ、あ、そっか、まだ封印されてんだっけ、アキラって、確か。あ、解除されたから。新作がじゃなくて、ん、アキラ漫画が封印されてんの、今。あ、違うす、封印されてて、で、封印がなんか、解除されたら、爆発するってあれなんですよ。ストーリーとしては。うん、で、今なんか封印解いてる感じだから。ね、でも。いつ弾け飛ぶんだろう、みたいな。オリンピックの年、ね、何も起きてないから話が。あ、そこなんですけど、漫画読むと、オリンピックの会場の跡地ってなってんすよ。その後、そこのところに集まれたってるから、あれオリンピックの後なんですよ。よくよく読んで見ると。ああ、じゃあ俺が遠藤さんと食べたホープ県のラーメン屋かな。だから多分、オリンピックからちょっと後経ってますね。で、治安もどんどん悪くなってるって状態だから、で、この前、いろいろ事件あったじゃないですか。治安も悪くなってるね。クラウン、暴走族のクラウンって言って、そこのリーダーがジョーカーって言うんですよ、名前が。前沢か。だから、なんて言うんだろう、多いって最近なんか、いろいろあったじゃないですか。ああ、ジョーカーの格好したね、うん、彼ね。まあ、ジョーカーの格好したのもそうだし、多いのことでも、いろいろいたこざっていうか、まあちょうど今日本から出たから、うん、今状況とその状況と一致しんなって、で月にまあ皆既月食で穴が開くんで19日には、だからアキラ第5巻ぐらいかなっていう感じ、うん、状況的に、うん、123詳しいよね、アキラに関して。いや詳しくはでも、いや、あれ結構現実味があるから、で株も多分あれ社会になるっていうのは5日ちょっと前ぐらいか、どっかの月のに株1ドル360円、うん、
で、戦後のあれと同じになるから。固定相場制？戦後のは300円超えてたら320円ぐらいまでいったでしょ。あ、なんて、戦後のあれっすね。要は制定されたばっかりのあれっす。乾杯の値段。だから戦後のそうだった。乾杯。サバ用はだけど乾杯。まあでも、変動するのは10月、11月って言うからね、毎年。ああ、怖いな、じゃあ。やつらの仕組み的にはそうなのよね、多分。ああ、うん。でも突然、災害によって社会になっちゃったってあれだから、はい。新聞の記事の内容で。ごめんね、天海さん、今月僕、ニンニク18歳から、誕生日もうすぐ迎えて、ニンニク19歳になるんですよ。あら、おめでとうございます。乾杯。乾杯。それは言えないんですけど。それで、だから、もう、僕ももう瞬間に生きることにしたんで、そうそうそう。うん、そう、アイコンをゴルゴ13にして、19統合にしようと思ってるんですよ。うん、トロンさん、でも一ついいと思うんですね。これ参考になるかどうかわからんですけど、カットなっていくやつっていうのは結構誰でも言っちゃうんですけども、何の恨みもない人間をやろうと思ったらなかなか難しいですよ。うん。うん、あ、それはね、そのないですよ。うん、ありえない。ありえない。その例えばですけども、何にも言われずにこういうようなものをポッと渡されて意を組んで走らなきゃいけない場合もある人はあるんですよ。うん、そう。まあ、うん、ロケーションによってはそれはありますよね。ないことはないです。うんうん、なんでただもし心を乗っ取られていて、うん、そういう状態だと、うん、俺はだからよくお話に出てくるサイコパスの世界になっちゃう。サイコパスっていうか、まあそういう心理状況で追い込まれる、もしくはそういう状況下になる、うん、ならんようにするしかないですね。うん、なので、うん、そう、怒りもね、やっぱり、ちゃんとそれ相応のことをやらないとダメだよね。うん、意外と、うん、その、正義の鉄槌じゃなくなるから、まあ、なんだかんだ言ってね、結局昨日も前澤チャンネルに天海さんいねえかなと思って最後の方いたじゃないですか。でもね、あれね、納得いかないですよね。奥野君なんで高須クリニックしなきゃいけないのみたいな彼が高須クリニックに行くんだったら他の普通の男の子どうなっちゃうんだって。からいい方でしょ、必要ないでしょ。だからね、うん、俺もそう思う、うん、でもきっとさ、でそこで手、あるじゃない、醤油味ねみたいな、こうイケメンにもいろんな種類があって、多分最後のデザインなんじゃないかな。あ、むつきちゃん、どうも、うん、あ、むつきさん、黙って見てたら眠くなるから上がりましたえ、こんばんは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 、乾杯、乾杯、乾杯。え、じゃあぶっちゃけてください、なんかむつきちゃん、うん、なんもないですじゃあちょっと自分一個だけ喋るんで、その間に考えてくださいね。考えてないです。高須先生で思い出したんですけど、高須先生仕事がものすごい真面目なのかよくわからんんですけど、例えばある一定の人たちが小指をはねましたと、まあ、持っていったら綺麗に縫合されちゃったと。うん、うん、でもそれでは意味ないよねっていう仕事熱心です。ちょっとアウトロー的に入れましたね。そうですね。これでもマジ話なんですね。うん、これどのぐらい知ってみる方おるかわからんですけど、ちょいちょいまあ近いんで、まあ近いというか、まあうん、住んでるエリアだけが近いので聞こえない、うん、でもやっぱ音がなんか雑音が、うん、聞こえない。人道が2つ開いてるかもしれない、そういう時は、うんうんうん、あ、なんか満室なんだけど入ろうとしてる方がいるみたいな
俺落ちましょうか。俺もずいぶん話したから。じゃあ一回あれしてみようか。じゃあ僕落ちますから、みんな入っちゃってください。天海さん、皆さんお疲れさんです。ありがとう。桜木さん、西さん、青鬼さん、なゆたさん、まもげんさん、むしさん、お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。満室あったけど、満室で入りませんっていうメッセージが来たの初めてだな。いや、これ2度目っすね。あ、そっか。はい。以前もちょっとありましたね。ふんふん。はい。誰だろう。すごい。あ、実は指って切れてなくなっても再生できるんですよ。まあ、偽物っていうか、あるよ。いろいろ。あ、じゃあ本物っす。生えてくる？そう、粉をつけて、再生力を高めて、生やすっていうのはあるんですよ。テレビで紹介されてたんですけど、要は、指先の傷口に粉をつけて、ニョキニョキ生やして元通りになるんですよ。意外にも、指って。事故とかそういうのだったらいいんだけども、生えてきてもね。取った状態を持っていかなきゃいけないっていう時にはちょっと具合は悪いよねっていう話。あ、みつきちゃん来た。あ、ある程度指ぐらいなら、直しちゃうように、うん、今となってさ、粉くっつけるだけで。粉ね。そう、要は、プラモデル、要は、飛行機のプラモデルで指を落としちゃったよって人がいて、うん、で、要は粉つけて直したみたいな、テレビが昔あったんですけど、でもそう、詳しい名前とか忘れちゃったんですけど、うん、腕とかはまだ無理らしいですね、技術的に。だから指までらしいです、天海さんが不思議だと思ったのが、まあある程度肉が欠けると蘇生するのに、ある線から蘇生しないじゃん。その境目って何だろう。神経じゃないですかね。神経を立っちゃうと赤身みたいな。筋骨か。と、あれはあれで、そのまんましてないんですよね。ちゃんと縫合しちゃうもんですから。いや、だから、その人間の中でも、例えば、歯は自然、抜け変わらないじゃん。そうですね。なんだろう、ここまでは再生するけど、これ以上はダメだよっていう、あの境界線が何なんだろうって、結構それは考えたりするんだけど、まだ答えないけどね。軟骨も再生しないですからね。うん、そうですね。しないでしょ。そうですね。サメみたいにさっさと生え変わったらいいんですけど。そうそう。サメなんかね、苦痛ともないですよね。なんだろうなって、親知らずとかめちゃくちゃ痛かったっす。あれ地獄だったな。斜めに生えてるもね。ああ、それ抜いて、口腔外科じゃできないとか。ああ、そうそうそうです。切らないと抜けないやつとか。あれ不便だよなと思って、俺の口って思って。いや、自分も不便だった。4本生えてて、片方ずつやったんだけど。あ、俺もさ。2週間に1回の割合でちゃんとやるんだけど、その2週間の間は片方にこう、とにかく汁物とかも斜めに入れて。そう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 。あれ、でも、神経の問題って言えば、じゃあトカゲの尻尾なんかドーンって切れるのにまた生えてくるよね。そうですね。あれって自ら切れるんですかね、あれは。そうなんだ。そうですね、確かに。敵から逃げるために。そうですよね。切れる場所って多分決まってて、そこから切れるんですよね。人間はせいぜい兵こいて逃げるぐらいだけど。でも、敵もラッキーですよね。トカゲの尻尾が食えるから、どっちにしろ。あれは、ある意味、いい餌っすよ。尻尾を触っただけで切ってくれんだから、相手。いやー、一時さ、無駄がないわ。ね、結構だね。死んだ場所、無駄がないわ。何でも食うから、うん。やっぱトカゲって、いい人だなって。いい人っていうか、いいですよね。尻尾って餌残しがいるから。最初会った時は、僕、連射部隊なのかなって、私、思っちゃいました、もう最初。連射部隊。連射部隊な。軍隊の方の。ああいうのか。何でも食べれるような訓練、あそこするじゃないですか。ああ、しないとな、そうそう。でも俺、
石井さんと絶対洞窟で遭難したくないわ。なんで？なんで俺の避難先上がってんすか。洞窟なら水飲めるから。いやでも絶対寝てないよ。食われそうだもん絶対。いや人間は食わないっすよ。なるほど。なるほど。危ねえなと思って。人間は食べないっすよ。左腕なら利き腕じゃないでいいですよねとか。利き腕どっちですかって、そしたらもう出れない。なんかワンピースというシーンありましたよね、なんか。なんかさ、そう、なんか、なんだっけ。あ、ごめんなさい、ナストリームアド、貼り方わかんなくて。ああ、了解。じゃあもう一回。あ、じゃあ、天海さん、聞きたかったんですけど、ニューヨークの家賃の相場ってどんなもんなんですか？それがね、はい、昔は安かったの。お俺が最初にいた頃ね、あることをきっかけにすごい暴騰したんだよ。で、みんなね、景気とかそういうこと言ってるけど、あれはね、テロリストとか、そういうのを排除するために、高くしたわけ。要するに、ある程度金持ちでゲスのシステムに満足する人たちだけがいれば、まあ、世の中に不満ないから。なるほどね。すげえ上がったわけ。なるほど。だからマンハッタンの中はもうすごい高くて、やっぱりその、社会不満があって、虎視眈々と、なんかやっちゃろうって連中は金ないから、郊外、マンハッタンの外に出たんだよね。そうなんだ。まあでもある意味頭いいよね。そうですね。まあ穴がち間違ってない、ある意味。そうですよね。だってゲスに迎合してるやつは金持ってるから、高くしても全然痛くも痒くもないしね。あ、来たね。桜木さん。あ、みんな持ってんじゃん。みんなそれで関昭夫に騙されたよね。あ、ずっと確か一ノ瀬札の秘密ぐらいから始まったよね、関昭夫、ね、かもしれない、ね、そうですよね、そこから見たんですよ。秘密っていうか、書いてある通りなんだけど、僕はそこから見て、そしてっていうのに興味を持ったんです。おじさんが手品やつの手品なんか読めちゃった、あー、破っちゃった。食べる、うん、まさか。あー、それだけっすか。食べた手品やめろ、うん、食べるのは一人さんの仕事ですよ。いや、俺お札食べないんですよ。ヤギじゃないんだよ。あれ、あ、ちょっと待って、ね、そうか、これをソロにすればいいんだな。ちょっと待ってね、青りちゃん。ああ、アップにした。はい。バーン。あれ、本当に食べてる。本当に口の中入ってる。なんか、元に戻って出てくるのがそうじゃないの。大丈夫。本当に食べたの。まあ、亀は大丈夫ですよ。ああ。あ、大丈夫かも。なかった。やったね。これはGS に対する挑戦状だな。ゆうちゃん。OK。 お腹壊す。いや、まあ、飲み込んではないから、ちょっと。ちょっと。何ですか？激。あ、そうだった。びっくりした。私の口からは出ないですよ。いっぱい出るんだ。ちょっと。いや、あれ、マモちゃん、マモちゃん、ずいぶん照明が落ちたね。みんな寝ちゃった。あ、今、外でタバコ吸ってます。あ、そういうことか。おばさん、久しぶりっす。あ、どうも。どうも。そうか、本当に食べちゃったの。気がついたら結構ライブ長いね。この辺で一回終わりますか、平日だしね。はい、いや、ダメ。ダメです。ダメです。ダメです。アンチも来なかったですね。
ちょっとね、天海さんの勝ちですね、これは完璧に。ということで、本日は以上になります。お疲れ様で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 す。ぽちゃぽちゃ、今日はありがとうね。あ、天海さんもぜひあのうちのライブに遊びに来てください。あ、了解。はい、ピリカスマイルで多分引っかかると思うので、よろしくお願いします。